スクライミングリードジャパンカップ2023にご来場いただきまして誠にありがとうございます。ご来場の皆様にお願いをございます。会場でのゴミは各自お持ち帰りいただきますようお願いいたします。千葉県は印西市にあります松山下公園総合体育館で行われるスポーツクライミング競技第36回リードジャパンカップ2023。さあ熱戦の火蓋が間もなく切って落とされようとしています。では早速放送席をご紹介いたしましょう。解説はクライミングコーチでおなじみの伊藤秀和さん、実況は私星野でお送りいたします。伊藤さん、今回もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ伊藤さん、はい、2月上旬に行われたボルダリングジャパンカップも終わって、はい、2023シーズンもいよいよスタートしたなという感じですね。いやそうですね、あとは本当にもうあっという間に2ヶ月ね近くが経って、はい、もうすぐ春だなっていう感じでもうこれで選考された選手がねワールドカップの舞台で、もうね戦う姿もすぐだっていうのでちょっと興奮してきますね。はい、今ご覧のように今シーズンの、ま、世界選手権までの流れですね、はい、まあ、あの主にこれは国内の大会を、ベースにお伝えしていますが、ボルダリングジャパンカップが、今月の初旬に終わりました。今お伝えするのが第36回、リードジャパンカップですけれども、その後にスピードジャパンカップ、さらにジャパンカップの締めとしてコンバインドジャパンカップをお送りするわけですが、その後に、ワールドカップに出て選手たちは、はい、そしてその後に世界選手権、そうですね、そこにようやく、はい、まあパリオリンピックの日本代表も決まるんではなかろうかというね、枠も決まりつつ、そうですね、来年のねパリ五輪の、まず枠、世界のね、枠っていうのが、まず第1回目の選考っていうのがこの8月の世界選手権で、はい、上位3名がね、はい、世界から選ばれるということで、それに向けての選考も、まあ、各国でね始まっているということで、この大会もそれに向けてはすごく重要な大会ですね、はい、そうですね、そしてまあ、この数年間コロナ禍の影響で、まあ、無観客の大会が多かったり、あとは観客数を制限しての、まあ、感染という状況が続いた中で、今回は伊藤さん、はい、もう満席の状態でリードジャパンカップを開催するに至りました。チケットも、ね、完売したようで、はい、本当に、注目度が、ね、高いっていうのが分かりますよね、はい、そして大きな違いとしてはもう一つ、コロナ禍の影響で我々もですね、いろいろとそのアプリを駆使しながらですね、うん、感染対策を行ってきたところ、はい、そういうアプリによる感染対策というのも取り払われて、うん、そうですね、少しずつ、はい、少しずつですね、まあ、もちろんそのコロナ対策は十分各自した上での入場ということになるわけですが、はい、お客様もそういう対策を練った上での観戦ということで、少しずつ日常のその大会の雰囲気が戻りつつ、そうですね、盛り上がってきましたね。そうですね、はい、この満席状態の中で選手たちは一体どんなパフォーマンスを見せてくれるんでありましょうか。非常に楽しみなところであります。さあ今回もですね、スペシャルリポーターとして、この方をお招きしております。東京オリンピック銅メダリストの野口啓代さんでございます。野口さん、今回もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、野口さん今どちらにいらっしゃいますか。はい、私はですね、リードの壁の真下にあたるキス&クライの前にいます。あ、そうですか。あ、野口さんも現役時代にはこのキス&クライでね、いろいろなその感情を抱きつつ、優勝のシーンとか、はい、あとはまあそれ以外の順位の時にも選手を称えるとか、そういった場面でもあるわけですけれども、今回はレポーターとして、はい、どんなレポートをしていただけますでしょうか。そうですね、またリードはボルダリングとは違った見どころがたくさんあると思うので、リードならではの面白さをリポートできたらいいなと思ってます。はい、そして野口さん、はい、今回はですね、有観客でしかもフルパック、はい、満席状態でのリードジャパンカップ、いろいろな思いもあるんではないでしょうか。そうですね、本当にチケットも完売しましたし、あと開始まで30分ほどあるんですが、すでにたくさんのお客さんが会場に、はい、足を運んでくれています。お客様の前で実際に競技をされたことももちろんありますし、はい、無観客の中での、はい、その開催も経験されたということで、やはりこうやってお客さんがいっぱい詰めかけてくださると選手もモチベーション上がるんではないでしょうか。そうですね、リードは特にやっぱり疲れてきてから の, 粘り強さというのがすごく大切なので、本当にお客さんの声援で、はい、もう普段では出ない一手が出せると思います。そうですか、はい、この大会優勝回数4回を誇るの野口啓代さんですから、また後ほど楽しいリポートよろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、野口啓代さんもご紹介しました。伊藤さん、はい、改めましてですね、まあ、あの優勝回数となるとまたいろいろと後ほどご紹介したいと思うんですけども、伊藤さんご自身もですね、はい、この大会過去2回、はい、頂点に立ったことがあるということで、はい、そんなこともね、はい、ありましたね。いやいやいや、はい、もう燦然と輝いていますよ。あのトロフィーをですね、はい、見ますと、はい、優勝トロフィー あのプレートがあるんですが、はい、そこに、毎回毎回のその優勝者の名前が刻印されてるんですけども、はい、伊藤さんの名前もしっかりと2回刻印されてました。はい、はい、伊藤さんご自身このリードジャパンカップに対する思い入れというか、うん、エピソードみたいなのがありますか？いや、そうですね、はい、まあ自分自身はねリードをベースにこう、まあ、競技をやっていて、はい、リードのワールドカップを目指してやっていたんで、本当に 年に1回のねこのジャパンカップっていうのはもちろん代表選考でもありましたし、はい、非常に、重要な大会でしたね。そうですか、はい、実際にこのリードジャパンカップで勝ってでワールドカップに出場もされました、はい、リードジャパンカップに勝った時の瞬間というかその感情というのは今でも思い出されますか？いや、そうですね、はい、日本一ですよ。思い出しますね、なかなかこうそういうチャンスは少ないと思ってたんで、うんうん、次いつあるかわからないチャンスを決められたっていう思いがありましたね。今のそのアイソレーションスペースで控えている選手もそういうような思いを抱いてですね、まあ、回戦の時を待っていると思うんですけれども、具体的にリードジャパンカップに向けてですね、何か特別な準備とかトレーニングというのは伊藤さんご自身はされてましたか？そうですね、まあ大体6月に、まあ昔はねやっていたんですけれども、はい、そうですね、はい、なので冬場はまあそれに向けてこう下準備をしていく中で、まあ春ぐらいから、そうですね、もう実践的に、大会に近いようなね、難しいやつを、登れるような対応できる、練習をこう上げていくっていう感じですね。まあ春までは準備、はい、でもう3月4月からぐーっと一気に大会に向けて上げていくっていう感じでしたね。少しピーキング的な、ね、はい、感じでやってました。ハードなトレーニングというのは具体的にはどんな内容なんですか？そうですね、もちろんリードの場合は耐久力が必要になりますから、はい、冬場は技術的な見直しももちろんなんですけど、まあ、昨年、自分の、ね、パフォーマンス的にちょっとこういうところが足りなかったなっていう経験を冬場の間には技術的にも、アップデートをして、はいはい、あとはまあ体ですよね、うん、体のやっぱりフィジカル的な、足りなかった部分っていうのを冬場の間に特に持久力だったりだとか、体の弱い部分っていうのは改めて、うん、作り直した上でこう徐々に、それを登る力に変えていくっていう感じですかね。そうですか、はい、ボクサーの場合ですとね、試合前にどんどん体重を絞っていく選手が多いと思うんですけれども、うん、はい、このリードジャパンカップに向けて伊藤さんご自身は徐々にこうやって体を絞っていって筋肉を徐々にまたつけていくとか、そういう流れはなかったですか？そうですね、長いスパンでいうとある程度こう冬場っていうのは、はい、本当貯金じゃないですけど筋肉をつける時期なので、まあ、結構こうしっかり食べてね、体作りをするっていう中でどんどん強度がやはりこう難しい動きをねどんどん壁の中でやっていくときにはある程度体を引き締めていくような感じで、はい、ボクサーのように直前でこう1ヶ月で絞っていくみたいのはあまりしてなかったですね。やっぱり練習の時点でいいクライミングをしないとなかなか大会につながりませんから、あんまり直前でこう減量というよりは、はい、そうですね、冬場はある程度そうですね、体作りしているときは少し増えるんですけど、もう春ぐらいからは本当にいつでも難しいのに対応できるような、はい、体作りをしてましたね。さあその後にですね、クライミングコーチにもなられました。そして今大会にも多くの教え子の選手たちがですね、名前を連ねて、その中には晴れて決勝戦に駒を進めている選手も多くいらっしゃいます。その中でですね、やはりそのリードジャパンカップに向けてご自身の選手生活のその経験も生かしながらのトレーニング、まあ、コーチですね、コーチングもあると思うんですけども、選手には具体的にはどんなコーチングトレーニングを課していったんですか？かなり個別性が高いですね。個別性、はい、各自、必要なことも違いますし、持っている能力も違いますから、あとは、経験、まあ、年齢とかね経験に合わせて、はい、ターゲットを決めて絞っていく感じですね。うん、本当にもう総合力が必要なのはもちろん選手分かってると思うんですけど、もう全てを詰め込むとなかなか、こう一つの能力が磨かれない部分もあるんで、はい、
本当に各自によって違うと思いますね。ボルダリングの日本一を決めるのがボルダリングジャパンカップなら、リード日本一を決めるのがもちろんこのリードジャパンカップという位置づけになるわけですが、そのボルダリングジャパンカップとですね、1ヶ月もかかなボルダリングジャパンカップが終わってから1ヶ月も経たないうちにリードジャパンカップこの大会が開催されるということで、選手のその競技間の切り替えとか、メンタルもそうなんですけれども、そういったのはどういうところに重点を置いてたんですか。そうですね、選手によって、パリ五輪を、目指して、ターゲットにしてやっている選手に関しては両方もう両輪でいかないといけないと思うん で、もう常にもうここ数年は、両方の分野で、はい、ずっと切り替えるというよりはずっとやっているような感じですね。ただ若い選手だとかこのリードを主体に代表を目指してきた選手も数多くいると思うんですけど、ワールドカップですね、単種目を目指して調整してた選手もいると思うんで、そういう選手はどちらかというと BJC、はあるけども、LJC に向けて調整してた選手も多いとは思いますね。どちらかに絞ってっていう選手もものすごく多いと思いますね。そういう意味での個別性ということですね。はい、さあ今ちょうど会場が暗転いたしまして、ライトアップされた壁がこの暗闇の中で映し出されております。あの予選、そしてこの午前中には準決勝も行われたわけですけども、ボルダリングと比べて予選からこの決勝戦に駒を進めるにあたってです、はい、選手に与える負荷というものはどちらの方が、うん、重いというか。ですね、今大会は今まではどちらかというとこう動きの強度が上がっていったっていう感じだったんですよね、はい、ムーブの難しさとかリスクがラウンドを追うごとに上がっていくっていう印象だったんですけれども、今大会に関しては非常に、リードの能力、ベースとなる持久力とあと技術ですよね、しなやかに自分の登りをこう体現していく柔らかさっていうんですかね、はい、そういう部分が試されるような内容で、しかもですね、ラウンドを追うごとに、より持久性が試される内容にこう上がっていってる、そういう意味では負荷は上がってるんですけど、強度というよりはその持久的なものがこうラウンドを追うごとに上がってきてるんで、非常にこうなんて言うんでしょう、リードのトップを争うにはいい大会に準決勝までなってると思いますね。ではよりリードが得意な選手がやはり決勝戦に残ったなという顔ぶれに、なってますよね、今年は特になってますね。なってます。そうですね、その決勝戦に駒を進めた男女総勢16名がまもなく会場内で呼ばれるという運びになってきました。ではいよいよ選手がこの後入場いたします。
それでは皆様、大変長らくお待たせいたしました。スポーツクライミングリードジャパンカップ2023決勝、出場選手を紹介してまいりましょう。まずは男子選手、まずはエグナンバー48、東京都立上野高等学校所属、上村春樹。リベナンバー54、静岡県山岳スポーツクライミング連盟所属、鈴木玲央。リベナンバー21、佐賀県山岳スポーツクライミング連盟所属、樋口正弘。リベナンバー39、明治安田生命所属、本間大成。リベナンバー19、早稲田大学所属、ゆりくさ青。リベナンバー43、奈良県立青少高等学校所属、吉田里芽。リベナンバー2番、東京都山岳連盟所属、小畑紫音。リベナンバー26、千葉県立八千代高等学校所属、安楽宙人。続きまして女子、リベナンバー39、川口市立高等学校所属、小池花。リベナンバー8、野中美穂。リベナンバー28、東京都山岳連盟所属、平野夏実。リベナンバー35、伊藤双葉。リベナンバー40、早稲田大学所属、柿崎美宇。リベナンバー29、日本大学所属、久米のろは。リベナンバー12、明治安田生命所属、谷夏希。リベナンバー22、茨城県山岳連盟所属、森愛。以上の男女8選手で決勝を戦ってまいります。改めまして16名の選手に大きな拍手をどうぞ。リードの日本一を決める第36回リードジャパンカップ2023、男女それぞれの決勝戦に駒を進めた総勢16名の選手たちが今場内アナウンスで紹介されたばかりです。解説伊藤秀和さんです。伊藤さん、はい、まずはですね、現在オブザベーションタイム6分間に入っているわけですけども、男子の決勝戦に駒を進めた8名今年ご覧いただいてどんな印象でしょう。いや本当にリードマスターが揃ったなって感じですね。リードマスター、はい、あのベテランから、はい、ワールドカップ経験豊富な中堅選手と、新世代も入ってきて、世界ユースで活躍したメダリストですね、はい、が、揃って入ってきてるっていうのが、はい、印象ですね。そうですね、はい、この中で、今年齢の話がありましたが、はい、一番下が16歳で、はい、一番上が30歳ということで年齢層の幅を感じるんですが、さらには優勝経験をしている選手を見ますと、一番年齢が上の樋口正弘が2回優勝、そして23歳の本間大成がこれディフェンディングチャンピオンですね、過去2回の優勝、はい、そして18歳の吉田里根が2年前のこの大会の覇者ということで3人が優勝経験者、はい、そうですね、あとは本当にワールドカップでの優勝経験も、樋口選手と本間選手、入ってますし、
もう本当にこうワールドカップの決勝レベルっていうかね、課題ももちろんそういう強度になってると思いますよね。そうですよね。ワールドカップで言いますと、昨年のリードのワールドカップランキングを見ますと、わずかの差でワールドカップランキング2位の本間大晴、4位にユリクサ青、7位に吉田里根、そして10位に樋口正弘と、まあ、残念ながら小方良幸9位なんですけども、こちらは、決勝戦に駒を進めることはできませんでしたが、それ以外のワールドカップのトップ10の日本勢がしっかりとこの決勝に残っている。そうですね、昨年活躍したメンバーがそのまま、来ているような感じで、本当吉田選手も勢いのある、ワールドカップのね、本当に決勝進出率でいうとものすごく、高かったですし、毎年ね、ジャパンカップでもすごい成績を出しているので、まあ、誰が勝っても本当におかしくないメンバーが揃ってますね。そうですね。さあ、続いては女子のファイナル8もご紹介したいと思います。女子の方はボルダリンジャパンカップで見事に優勝した伊藤双葉も入っていますし、その大会で活躍した野中美穂選手もいます。まあまあ、ボルダリンジャパンカップと少し被る選手もいるわけですけども、はい、この8名をご覧いただいてどんな印象でしょう。そうですね、やはり持久力のある、リード種目、に強い選手が入ってきたなという印象ですね、今回ね、はい、あとはワールドカップ全員経験ありますかね、そうですね、全員国際大会の経験と、はい、久米選手などはもう世界ユースでも、金メダル、2連覇してますかね、ものすごく、強い選手も若手から入ってきますね、はいはい。まあ、大体半分ぐらいの選手がですね、女子の場合はこの大会の表彰台経験者ではあるんですが、ただこの8人の中で唯一優勝経験があるのは一番下、森愛なんですね。そうですね、近年だともう連覇してますから、なかなかその座を、明け渡さないという感じの、まあ、強さがやはりありますよね。まあ、年齢としてはまだ19歳、今年20歳になる森愛選手なんですけども、もうすでにこの大会は5度の優勝を誇ります。現在3連覇中。そうですね、はい、特に愛の世代はまだまだジャパンカップだとか、日本選手権ですね、はい、の年齢制限っていうのがね、当時は、まあ、5年前とか、ね、うん、なかった時からこうシニアの大会を経験できてる世代なので、まあ、それがそのままいい経験としてね、はい、上のメンバー、先輩のね、今回のレポーターの野口選手だったりだとか、はい、そういう選手と一緒に若い時からやれ会えることで、やはりこう力もつけて流れがありますよね、うん、男子ほどそこまで年齢層の幅というのはないんですけども、やはり10代20代の前半の選手、うん、多いですね。そうですね、はい、本当に、そうですね、毎年もう本当に近年女子もレベルが ものすごくレベルの高い選手が増え続けていて、かなり接戦なんですよね、決勝の枠も、なので一度こうワールドカップの平野選手も、ワールドカップの代表で決勝の経験もね、はい、ある選手でも代表になれなかったりだとか、はい、そういうすごい厳しい戦いがもう近年続いてますから、本当に、今回残った選手っていうのはそのチャンスを掴んだっていう感じですよね。一番下が17歳の小池花で、一番上が25歳の野中美穂が最年長という、まあ、ちょっと信じられない状況ですけども、ね、はい、それだけもう若い選手がどん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 台頭しているという状況でございます、はい、特にまあ森愛がですね、優勝候補筆頭だとは思うんですけれども、その対抗馬と目される選手は一体誰になるでしょう。いや、そうですね、やはり、まあ、耐久力に優れた谷井選手を、そうですね、筆頭に久米選手が、まあ、オンサイトでの、技術というかね、集中力を発揮したときはものすごく高度が伸びていく印象がありますよね、はい、ね、対抗馬だと思いますね、はい。さあ、オブザベーションタイムも残り時間が少なくなってきました。残り時間10秒切ったところ、選手は下見の時間まもなく終了という運びになります。ここでオブザベーションタイムが終了となりました。改めまして伊藤さん、今度は男子の方に話を戻したいと思うんですけれども、はい、男子の方では誰が優勝候補筆頭になるかと思いますか。いや、男子はなお、これは本当に難しいですね。
やはりもうワールドカップの優勝経験者がいる中で、ただそうですね、まあ、大俣選手と安楽選手は、ええ、まあ期待できる部分もあると思いますね。そうですか、はい、あとは本当にもう実力的に横並びな部分もあるんで、この課題をいかに正確に、読み解いて自分の能力を 100% 出せるかっていう戦いな気はしますね。男子の場合は今ルートというお話がありましたが、はい、では早速ですけれども、ちょっとルートも見ながらですね、はい、その前に今回はルートセッターでですね、チーフ失礼いたしました、その前にですね、男女の準決勝のハイライトをここで、ご覧いただきたいと思います。自らの体を引き上げていく、さあ鍵だ、それぞれ男女の準決勝のハイライトをご覧いただいています。ユリキサ青選手の上り、さあ頑張ろう、平野夏実、まあ、上村春樹も本当に注目ですよね。そうですね、あと秋口選手ベテランです。今大会もマルチ優勝者、そしてボルダリンジャパンカップを制した伊藤双葉、少し左肩のテーピングも気になるところではあるんですが、あのボルダリンジャパンカップの決勝戦は全ての課題一撃という離れ技をやってのけてのこのリードジャパンカップ2冠を狙います。そして野中美穂も虎視眈々と玉座を狙うというリードジャパンカップ、本間大成ディフェンディングチャンピオン、3度目の体感なるかという、それぞれですね、まあ、そしてこちら小池花、ガンバの声も上がっていた、そして久米野の葉、こちらのしなやかな上りもぜひともご注目いただきたいと思います。そして悲願の初優勝なるか、谷井夏樹、目指すは森愛越え、谷井夏樹耐える、今回で36回目を数えることになりましたリードジャパンカップです。そして安楽宙斗、昨年のコンバインドジャパンカップの王者でもあります。世界ユースを制している安楽宙斗、今度は国内の頂点を狙います。さあ、そして絶対女王森愛、もう一人だけ異次元、予選からずっと全冠が続いているここまでのディフェンディングチャンピオン、見せる女王が見せます。いや、という男女のそれぞれの準決勝のハイライトシーンをご覧いただきました。ではお待たせいたしました、今度はですね、男子の決勝のルートを 3D ルートで見ていきましょう。向かって右側が男子の決勝のルートです。斉藤さん、はい、どういう特徴があるでしょうか。いや、特徴はそうですね、まあ、ファイナル一番こう、そうですね、この大会でより耐久性が試される内容ですね。蛇行もしてますし、はい、あとホールドの構成的に、まあ、結構下部は関係者でホールドの向きがね、アンダーだったりだとか縦のホールドの向きが多いんで、あまりこう留まってられないですね、はい、うん、そういう意味では無酸素で、次々行かないといけないので、うん、なかなかこう休む場所もなく、強敬者に一気に入っていきますね、うん、そうですか、はい、予選、準決勝、そしてこの決勝と段階を追うごとにどんどん難易度が上がっていくというね、うん、伊藤さんのお話もありました。相当厳しいルートになっていますか。そうですね、まあ、持久力必要ですね。あとはまあフットワーク、よくね、準決勝も結構ヒールフックだとか、はい、そういうフックが試されるようなねところもあったんですけど、はい、そういう足の位置もものすごく重要になってきますね。さあ、ここでですね、このルートセッティング担当されましたチーフルートセッターでいらっしゃいます伊藤武さんのインタビューもご覧いただきましょう。どうぞ。伊藤武です、よろしくお願いします。まあ、ダイナミックさ、その派手さだったりとか、こうリスクとかっていうのもとても大事なんですけど、一番にやっぱこう重要視してることは出し切れるかどうかっていうのが、やっぱ一番そのこうリードをしてて楽しい部分でもあるし、そのまあやってて意味があるというか、こう達成感を得れる瞬間だとは思うので、まあそれがやっぱりこう出せて初めてその世界の選手とも戦えるといいますか、
今回に関してダイナミックさ、まあランジだったりとかっていうのを少しちょっと控えめにしました。でその代わりプルプル出し切れるっていう、まあこういうのってそのなかなかリードでしか見られない、ちょっとでも多分体が上ずるともう落ちてしまうような、ものが上で待ってる、まあ、そこをこういかに攻略できるかが、注目してもらえるかなっていうところですね、はい、非常に分かりやすい説明をしていただきました。じゃあ伊藤さんから伊藤さんへ、はい、移りますけれども、いやいいですね、いいですね、今回やはりテーマがそういうことなんですよダイナミックさよりもプルプル系というお話がありました。そうですね、はい、やはり持久力ベースで、繋いでいった上で、最上部で、疲労してきた中でなんか上ずってしまうとっていう話があったんですけど、疲労してきた中でも、下半身の意識だとか、まあ、足位置とテクニックで、はい、まあ、落ち着いて攻略いっていって止めていくっていうね、リードならではのこうものが試される内容ということで、はい、実際今までの予選準決勝もそういう内容でしたね。あのルートを前に伊藤さんもですね、この放送が開始される前に、いやもう久々にリードっぽいルートだなという話が出ましたよね。そうですね、まあ行ってこうとんがった場所があるっていうよりはこう本当持続性が試されるような感じですね。で徐々に徐々に力が吸われていく中でもう体がこうまさに上ずっていくともう持たないというか、足も浮いてきてしまってこうもう体がもう行っていて続かないっていうような、はい、まあ、技術的なブレも徐々に徐々に大きくなっていく中で、まあ、体力と技術のブレとそれをどこまでこう耐え切ってね、高度を伸ばせるかっていう内容なんじゃないかなとは思いますね、はい、リードの王者が間もなく決まろうとしています。今年で36回目を飾るリードジャパンカップ男子の決勝、間もなくスタートいたします。いよいよこの後なんですが、まずは男子の決勝の方からスタートしてまいります。会場の皆さんの準備の方はいかがでしょうか。微妙な感じです。まだ元気があると思うんです。ぜひ会場の皆さんとその熱い思いといいますか、バルーンだけじゃなくてアリキは今回からもう声出しの応援も OK ですなってます。頑張って声援もぜひ皆さんの方は送っていただきますよ。よろしくお願いします。改めまして、それではこの後ジャッジ、そしてビレイヤー、松山下公園総合体育館で行われています第36回リードジャパンカップ男女の決勝、まずは男子の決勝、その後に女子の決勝をお送りするということになります。国内のスポーツクライミングの大会では歴史的には最長を誇りますこのリードジャパンカップ、まもなく男子決勝がスタートいたします。
ボルダリンジャパンカップでは男子では楢崎明智が、そして女子では伊藤双葉が勝ちました。ただ種目が変わるとまた顔ぶれもガラリと変わります。一体誰が男子のそして女子の王座につくんでありましょうか。非常に楽しみ。リードジャパンカップ、まずは男子の決勝、準決勝は8位通過の選手からまず競技スタートとなります。それでは最初の選手ご紹介しましょう。リミランマー48位、東京都立上野高校学校所属、上村春樹。さあまずは準決勝8位通過、東京の18歳、上村春樹です。世界ユースを制したこともあるこの新鋭ですが、挑戦4度目にして今大会初ファイナル、夢舞台でのさらなる飛躍に期待しましょう。さあこの上村選手ですが、 BJC は欠場、今大会が今年最初の大会ということになります。ですから伊藤さん、はい、それだけこうリードにかける思いというのが熱いんでしょうね。そうですね、得意種目でもありますし、はい、やはり念願のまずは代表入りをした上でね、もうできたと思うんで、この決勝進出者はその上で決勝でもね上を目指して、はいはい、行ってほしいですね。初参戦から毎年順位を上げて、昨年は初のセミファイナル進出、今回は晴れてファイナル進出を果たした上村です。今回は予選は15位通過、ただ準決勝はさらに順位を上げて8位通過でこの決勝戦、初めての進出ということになりました。さあまずは序盤です。そういう意味でもこれから本当に楽しみな選手の一人でもありますよね。この序盤にかけるこの選手のですね、何かこう戦略というかございますか。そうですね、できるだけあのスピーディーには終えていきたいところなんですけど、やはり傾斜がないということでホールドが悪いということと、まあ、フットワーク足場もね結構こう不安定な足場が多いので、慎重さもいるような感じですね。ただ慎重になりすぎてしまってもペースがつかめないので、非常にこう株っていうのは難しいと思います、はい、各選手リードはもう一発勝負です、はい、1回落ちてしまえばもう競技はそれで終了となります。それだけの緊張感があります。決勝戦各選手持ち時間は6分。いや悪いですねこの切り返しも。腕をクロスさせて難所を超えました上村、これが初めての決勝。まあ、一手不安定に出してしまうと一気にね、はい、その後、まあ、動きが大きく崩れていってしまうところにもつながるので、はい、やはり一手一手、しっかりした安定感で、掴んでいきたいですよね。先ほど VTR でもご覧いただきましたが、チーフルートセッターの伊藤さんもおっしゃっていました。少しでも上ずってしまうともう取り返しのつかないことになるぞというそういうお話。その中でここまでの序盤の上村の上りは初めての決勝ですがどうですか。はい、すごくいいペースで来てると思いますね、はい、初めての決勝とはいえ、ユース日本選手権でもさらには世界ユース選手権でも頂点に立ったことのあるこの若者です。上村選手は結構こう流れをしっかりと作って、はい、いかないとこう、まあ、単純な持久力で上るというよりは技術で体を上げていくタイプなので、はい、あまり大きなブレ強度的にブレてしまったり、はい、まあ、手順とか技術的なものが崩れてしまうと一気にね窮地に、追い込まれてしまうと思うんで、はい、やっぱ正確さが大事ですよね、はい、足が少し外れた、ちょっと動揺の色が今表情に見えましたが、すぐに落ち着きを取り戻して、ね、完璧にトーフックです。ボルダリンジャパンカップでもそうですが、いやバルーンを叩く音、さらには声援もボルダリンジャパンカップから許されるようになりました。あとここでホール、残り時間は3分ありましたが、上村春樹ここで初めての決勝戦競技終了となりました。ただ爽やかな笑顔を見せてくれました。暫定で現在は高度24プラス。上村の上りいかがでしたか。そうですね、序盤は非常にペースを掴んでいきましたね。この強肩者からは少し手順の部分で今すごい深いクロス、ここからですよね、はい、まあ、ここから各選手こう読みが試されますね。動きの読みだとかどう動いていくかっていうのが、うん、強肩者なのでこうそこがこうピタッとはまると
力を使わないんですけどね、はい、今の上村の上りに何か迷いというものはあったんですか。そうですね、少し、はい、若干手詰まりになった感はあって、ただ一手先を、ね、目指したんですけど、はいはい、まあそこからすごく一手一手距離もありますし強度が上がりますね。長い歴史を誇るこのリードジャパンカップの決勝戦で上村春樹初めて記録を残すということになりました。まだスタートラインですからね、18歳です。そうですね、はい。それでは2番目に登場した選手をご紹介しましょう。リブナンバー64自動券3人目東海中央選手鈴木芽生。続いては準決勝7位通過、静岡のこちらも18歳鈴木音央です。昨年この大会では自己ベストの12位、そして挑戦3度目にして今回初めてのファイナル進出となりました。昨年のユース日本選手権で初めて登った表彰台、その再現となるでしょうか。そのユース日本選手権では昨年ジュニアの部でリード部門3位に自己ベストを更新しました。この選手も昨年は自己ベストを更新するリードジャパンカップ12位という結果をマークして自信をさらに深めて今回初めてのファイナル進出ということになりました。鈴木音央も先ほどの上村春樹同様 BJC は欠場、今大会が今年最初の大会ということになります。まあ、ローティーンの頃から注目を集めている選手ですよね、この選手は。伊藤さん、そうですね、ユースの頃から、ね、力はあったんですが、ただこう表彰台だとかね、はい、そういうところまでなかなか手が届かない中で、まあ、リードの、ね、能力を上げ続けて、はい、まずはジャパンツアーで、昨年ぐらいからですかね、はい、非常にこう力を発揮するようになって、昨年悔しい思いをして代表を逃してしまったので、今年こそはという気持ちで臨んだ LJC でまずは決勝ということでね、はい、以前と今の鈴木音央大きく変わったところはどこになるんですか。あ、そうですね、ボルダリングの、突破力がまずは上がったっていうのと、あとは細かいテクニックですね、こうリードで必要な、細かいフックだとか、少しバランスの悪いところでも安定して一手一手出せるような精度っていうのが、一手一手の精度がやはりものすごくレベルが上がったと思いますね。精度を上げるという何か具体的なトレーニングというのはあるんですか。そうですね、非常に普段から繊細で難しい課題をより意識して、その中で、体をコントロールして登るっていうことなんですけど、はい、ただひたすら登り込んで持久力をつけるというよりは、難しい課題を登りながらコントロールし続けるということですよね。まあ、メンタル的なものも含めてですね、やっぱりこう、心がこう大きく、ね、揺れ動いていってしまうと、まあ、なかなか体も、バタついてしまいますから、まさに上ってしまいますから、はい、まあ、そういうところですごくこう落ち着いた状態で脳を、まあ、しっかり、使いながら、崩れていかずに自分のフィジカルを出し切れる能力というのも上げてきたと思いますね、はい、さあ先ほど上村春樹が少し悩んでしまった地点に今鈴木音央が差し掛かってきました。どうですか。いや、いいと思いますよ、非常に流れがいいですよね、はい、さあ上村春樹辺りからはそうですね、はい、暫定トップ、はい、ここはこのムーブの読みができてないとちょっとこう手詰まりになってしまいますよね。ここまでは迷いなし、はい、いいリズムで、今伊藤さんもお話ありましたが終盤に差し掛かっている鈴木音央、いいですね、ここまで非常に安定しているので、はい、本当に難しくなさそうに見えるんですよね。そうですね、ただ、上りのこう、流れを掴んでるっていうことですよね。うまくこう手足の動く順番とか、やることがもう明確に決まってきてるんで、はい、こう楽に今体力を温存できてるっていう感じで、何かこの壁でもうすでに予行演習を行ってきたかのようなスムーズさですね。そうですね、まあ、それだけもうプランもしっかりと頭の中に叩き込んで、うん、青写真を立てて書き上げて、はい、実際のクライミングにつなげているんでしょう。いやいいですよ、鈴木音央が来たぞ。最後トラバースしていく力もまだまだ、はい、残ってますよね。会場からもこの鈴木音央を押す力後押しします。
表情にやや苦しさもにじみ出ているが鈴木最後の力完璧ですね。足位置も、はい、残り時間はまだいっぱいあります。いいぞいいぞ。さあ距離がちょっとあるが、おっ、いやいやいや、完登こそなりませんでしたが鈴木玲央素晴らしい登り。いや完璧でしたね、流れはね。流れ良かったですね、本当に。一度もこう自分が想定した動き以外が来てね、乱された場所がなかったんで、非常にこうフレッシュな状態で上部まで、はい、抜けれましたよね。まだ18歳の鈴木玲央です。昨年12位でこの大会の自己ベスト更新。ただ今回は初めての決勝でかなりの高度を上げました。伊藤さんおっしゃったようにリズムが良くて、そして迷いがなくて、はい、スムーズに上部の方まで行ったという鈴木、まあ、本人の中ではだいぶ充実したそんな決勝になったのではないでしょうか。そうですね、うん、まあ、かなり力を残してたので完登したかったという気持ちも、はい、もちろんあるとは思うんですけど、内容的には非常に満足する、うん、できるね、出し切れた内容だったと思いますね。共に18歳、若き日本の力、鈴木玲央と上村春樹、キッス&クライでお互いの健闘を称え合っていました。さあ今の追ったばかりの鈴木玲央は38プラス、暫定トップ。さあ佐賀の30歳大ベテラン樋口正弘登場。今回は2回の優勝を誇るベテランです。準決勝は6位通過、予選も6位通過。昨年のこの大会では悔しい思いをしたものの、ワールドカップでは表彰台にも上り、その力は健在です。2年ぶりのファイナルとなる今大会、目指すは3度目の頂点という樋口正弘です。昨年はリードジャパンカップ31位と沈みました。ただリベンジを果たしました。今回楽しみなベテランの姿がまた見られてよかったですね。いやそうですね、やはりこうリードの決勝には、必要な選手ですよね。はい、そうですよね、はい、以前あった日本選手権も、そしてこのリードジャパンカップも優勝経験があります。さらにはワールドカップでも優勝経験のあるこの樋口。さあ若い選手たちとこのベテランの上りの違いも、もしお気づきになれば、はい、伊藤さん解説をお願いしたいと思います。そうですね、まあ、スタイルが本当に、まあ、経験で培ったこう細かい技術もありますし、はい、本当にベテランっていう言葉が非常に合うスタイルですね。行って行って体がもうぶれない、全身の強さと、そうですね、手を伸ばしながらも体の位置が全くこう動かないってい う, なんかその本当にいぶし銀の入っていってって感じで、それがまあ上部に持っていける単純なフィジカルもものすごくやっぱり鍛え上げてますから、やはりそのスタイルだけではなくて、それを体現するなんて言うんでしょう、まあ、本当に持久力にも長けてますよね、樋口選手はね。ここでレストします。まあ、しっかりとこの自分の体と相談しながら登っているのがよくわかります。決して焦ることもなく、かといって迷っているわけでもなく、そうですね、はい、本当に自信のある、スタイルですよね。2012年、そしてその3年後の2015年にこの大会を優勝しています樋口。この印西は非常に験のいい場所でもあります。昨年のワールドカップでもジャカルタで表彰台に上っています。2位でした。エディンバラでも5位、盛岡のコンバインドでは9位、リードではワールドカップ年間10位に食い込みました。世界のトップ10です樋口。残り時間は半分少しを超えたばかり、もう後半戦に差し掛かっているベテランです。もう一度
足を残しました。いやちょっとは、ええ、ムーブが読めてないか。おお、でもそれでも左手かけました、まあ、このあとスイッチできますかね、はい。まあ、本来右手で入りたいところなんですけど、お、戻しますね。持ち替えるようにずらしますかね、はい、ギリギリ、あ、はい、クロスをさせました。はい、さあちょっと迷っているぞ。ここで少しタイムロス。樋口、30歳のベテラン、どうだ。さあ、ここは左手はかからなかった。先ほど、上村選手、あ、鈴木選手がやったムーブが、まあ、はい、作られた設定でしょうね、うん、そうですか、うん、その前から少し迷いがね、見られた樋口正浩、悔しそうに今手の届かなかった、もしくはその前の地点を睨みつけるような表情で見上げていました。樋口正浩、記録は暫定で26プラス、暫定2位に入っています。樋口の中ではもっと上に行きたかった、もっと行けたはず、そんな気持ちもあったでしょう。樋口正浩選手でした。大きな拍手に少し頭を下げて、ちょうど一回り違う2人の選手と同じ場所に今ドカッと腰をかけました樋口正浩です。ご覧のように38プラス、鈴木ネオが現在暫定トップ、まあ、レジェンドの前でちょっと2人も少し小さくなっているようなそんな映像をご覧いただいています。よく頑張った18歳の2人、そして奮闘したベテランです。続いては4番目の選手になります、リグナンバー39、明治安田生命商品大川大成。さあ準決勝は5位通過、埼玉の23歳本間大成登場です。昨年は今大会2度目の大冠、そしてワールドカップでも初優勝、今大会大本命が2連覇、そして3度目の優勝を目指します。さあ本間大成、連覇に向けて、そして3度目の頂点に向けて今スタートいたしました。斉藤さん、はい、本間大成のストロングポイントはどこになるでしょう。いや、そうですね、このサイズ感を生かした、まあ、フットワーク、はい、まあ、上部きつくなってきたところでしっかり足で殺していって体を、手数を上げていくっていうところが、彼のね、まあ、うまさですね、うん、体は大きいんですけどパワフルに登るっていうよりは本当に、下半身で登っていくようなスタイルですね、はい。ユース時代も非常に強かったこの選手、リードジャパンカップでも過去に2度の優勝、そして昨年ワールドカップビラールでワールドカップ初優勝、さらにはシャモニー・ブリアンソンで共に2位ということで年間2位を記録しました。ワールドカップリードで、しかもですよ、はい、伊藤さん、あのトップのルカ・ポトカルという選手がいるんですが、その選手とわずかに25ポイント差で2位だったんですね。いや、そうですね、昨年本当にワールドカップで安定した登りを見せてくれましたよね、はい、もうちょっと気をつけて、あ、いいですね。非常にこう、まあ、登っていくと疲労も積み重なってくるんですけど、下でこう集中力を使っていくとどんどん興奮してくるんですよね、はい、うん、で興奮していって力をもちろん吸われていく中で出していかないといけないところで、少し考える部分とか落ち着いてこう足元を、ね、整えるとかよく見るっていうのができなくなってくるのが通常なんですけど、本間選手というのはすごくその興奮度っていうのが上部に行ってもすごいこう、まあ、クリーンというかね、落ち着いた状態で判断できるクライマーですよね。そういう意味では本当にまだ若いんですけど、非常にこう、リードにはね、その落ち着きっていうのが生きてますよね。この大会初優勝を果たした時は若干17歳でした。ですからユース世代の時代にこの大人も混じる大会で初優勝、はい、まあ、メンタルの強さ、そうです、ね、本当によく表れてますよね、はい、もちろん技術力、基礎力もしっかりしているのは間違いないんですが、はい、でここからですね、まあ、ちょっとこう
一つ、まあ、弱点があるとすればこういうね少しムーブのシークエンス的にとんがってますかね、強度というよりは今回はこのポケットのゾーンが、はい、なので、合わせられなかった時は非常にこう急なフィジカルが必要になってしまうんで正確にいきたいですね、はい、まあ、ムーブが読めてるかっていうところですかね。あ、いいですね。さあ一つ関門がここで到来、現在暫定トップは38プラスの鈴木ネオ、つないでますね、はい、あ、いいですね、この入りですよね、この入りですね、はいはい、あ、いいですよね、はい、右から来ました、うん、はい、ここは本当に動きの選択によって強度がもう一気に跳ね上がってしまうんで、はい、うまくここは切り抜けましたね。ここはだいぶ体力のロスも、うん、そうですね、省かれたと、はい、あとは自分の良さを生かして、はい、高度を上げていけると思いますね。38プラスの鈴木まであともう少し、それを超えれば、あー、なんと一体どんな表情だったのか、本間大成複雑な表情を浮かべながら今降りてきました。そうですね、まだまだこれからだっていうところでしたよね、ディフェンディングチャンピオン、ここで降りてきました。まあ、強度が高いんでしょうね、ここからもね、引いていって、はい、鈴木選手結構こう安定していってるように見えましたけど、非常にあの関門を見たら、うん、これはさらに上に行くぞと思わせるようなクライミングでしたよね。だって一気にその何か疲れが来たのか、それとも迷いが生じて落ちてしまったのか。そうですね、次がまあアンダーのホールドなので、はい、まあ、足、そうですね、足が切れないようにいかないといけないポイントだったんですけど、持ってる行く瞬間にそのフットホールドの悪さだとか、はい、うん、感じてちょっと間がありましたよね。今回連覇となれば男子では2010年の安間幸さん以来となる13年ぶりの大会連覇という大記録もかかっていたんですが、今天を仰ぎました本間大成。悔しいですよね、はい、記録は28プラス暫定2位です。ここまで8人中半分の4人が終えました。ここまでの印象いかがですか。そうですね、やはり最大傾斜に入ってからちょっとこうムーブのシークエンスっていうんですかね、はい、まあ、やる動きっていうのがイメージできてないとちょっと突破するのが厳しいような内容ですね、手順も含めて、はい、持ち替えができないポケットが続いて、はい、そこがまあ強い、まあ、他の、ね、これからの選手もものすごくフィジカルあるんですけど、読めてるかっていうところが、ええ、はい、突破するには必要で、あとはまあ後半は本当に、持久力ですね、はあ、もう持久力の勝負になってくると思います。後半となりますと、はい、オレンジのホールドが今順々に並べられていますけれども、はい、うん、さらにその上の黒いホールドの群、ね、集合体がありますよね、はい、そこら辺まで果たして誰がどのぐらいたどり着けるのか。エルナンバー19早稲田大学所属ユリクト青、これより男子の決勝後半戦に入ります。準決勝4位通過は愛知の20歳ユリクサ青です。これで3年連続の大会ファイナル、大活躍を見せた昨年のワールドカップリード、その自信を胸に今大会初の表彰台を目指します。自己ベストは昨年の5位でした。この大会ユース大会ではボルダリングリードともに国内外の大会で素晴らしい成績を収めていますが、もちろん昨年ワールドカップでも初の表彰台インスブルックに記録しています。さらにはですね、その後にジャカルタでワールドカップ初優勝を成し遂げています。年間自己ベスト更新のワールドカップ4位、昨年のユリクサ青です。さあまたユリクサ青が力強くスタートしました。まあ、この選手はリードもそうですしコンバインドでもね力を見せつけるような総合力のある選手ですよね。そうですね、スピードを3種目でやってる時から、はい、そうですね、まあ、世界ユースだとか、そういうところでもバランスよく成果を出してますね、はい、予選は12位でしたユリクさん。ただ今日の午前中に行われた準決勝では順位を上げて4位通過。
今大会初めての表彰台に向けてユリクサの上り、ここで1分経過です。まあ、確かに序盤は伊藤さん少し緊張感は伴うとは思うんですが、まあ、少しリズムに乗ればですね、はい、あの第一関門まではそんなにはどうでしょう、そうですね、はい、極端なリスクのある、まあ、このポケットからの切り返しがすごくホールドが向きが悪くて、若干まあ選手も緊張すると思うんです、けどそれ以外はね、はい、あの行っていってポジティブに動いていく、足位置ですね。そのポケットのエリアがここから始まります。で、まあ、ここからは強傾斜に入ってきて、例のそうですね、手順とか、足順ですかねが重要になってくる、はい、あとまあ現場でこう、うん、そうですね、現場の中でもチェンジしていく選手もいると思うんですけど、非常にここは手順的なものが、まあ、近年珍しいですね。こうちょっと分かりづらいっていうんですかね、うん、これだけのトップ選手でもどうするんだろうっていう、多分かなりあの壁の裏で話し合ったんじゃないですか、選手として。そうですか、はい、どうやっていくっていう感じでプランも何種類かある中でね、しかも現場で合わせていくって感じでしょうね。さあユリクサの上り、ここが第一関門ですが、そうですね、この手順でいけると、はい、あ、待っていますね、こう返せる、はい、そうですね、そして右で行きました、はい、第一関門突破です。ユリクサ非常に落ち着いています。このポケットのエリアを難なくクリアして、さあその上、ああユリクサ高度を上げそうだ。残り時間まもなく3分となります。暫定2位に上がっていますユリクサ。ただ鈴木ネオはまだ遥か遠く、さあどうだ、捉えた捉えた、この後の切り返しができるか、頑張れ頑張れ、手に足かかとをつけて両手はマッチング、その先鈴木ネオにあともう少しというところでした。ユリクサを暫定では2位に上がったでしょうか。34プラスという行動、鈴木ネオにはあと4手及ばず。全体的にご覧いただいてどうでした？そうですね、内容的には非常に良かったんですけど、やはり強傾斜の入り口で、うん、序盤ちょっとこう手順を合わすのに時間かかってしまいましたね、はい、その分の、まあ、座れた分が、まあ、上部で出てしまいましたね。ただ一発勝負ですからそこは本当難しいんですよね、はい、本当に完璧に登るっていうのは各選手難しいと思います。あの少しの迷いで、うん、どれほどの体力を吸われてしまうのか、素人の私ではなかなか分かりえないところがあると思うんですが、本当にあの1秒2秒迷うだけで相当吸われるんですね。そうですね、はい、そうですか、それだけ極限状態で各選手一つ一つ行動を上げようという、特にこの決勝戦。さあ準決勝通過の残り3名という戦いになりました。トップ3の争いです。準決勝3位通過は奈良の18歳、吉田里音。2年前のこのリードジャパンカップの覇者、昨年こそは連覇果たせなかったんですが2位という好成績でした。ワールドカップでも自己ベスト更新、力をさらにつけ2年ぶりの王座奪還を目指す吉田里音18歳です。昨年はこの選手ワールドカップ2年目を迎えたんですが、リードでは7大会中なんと4大会でファイナル進出、2大会で5位に入り、ワールドカップ自己ベストを更新しました。またボルダリングでもワールドカップデビューを果たしたというこの吉田、ビラールとジャカルタで5位に入っている吉田です。まあ2年前ですね、この大会制したのがまだ16歳の時でした。はい、そうですね、はい、非常にあの、まあ、ボルダリングの方でもね、まあ、勢いがある出せるようになってきたっていう感じで、リードもどちらかというとこう、はい、
爽快に切れ味よく登っていくっていう感じですね。ペースも速いですし、はい、ベースはボルダリングなんでしょうかね。あ、いや、まあもちろんリードを、ベースに、上を、ね、目指していると思うんですけど、もう今ボルダリングもイコールですから、はい、そういう、まあ、バランスの悪い一定だとか単純に強度の高い動きも対応できるようにはもちろん、はいはい、練習を積んでるとは思います。確かにリードもちろんボルダリングでも実績を残しているこの吉田ですが、リードでは2018年の JOC ジュニアオリンピックカップユース日本選手権は2019年から2連覇、さらにはリードジャパンカップも2021年に優勝しているということで、特にリードでの実績が光っています。まあ、ボルダリングジャパンカップも昨年は自己ベストの7位を記録したというこの吉田、ボルダリングでも力を徐々に徐々につけているという選手です。さあその吉田の上り中盤に差し掛かっている。そうですね、ここからですね、はい、本当に迷いなく軽快に突き進んでいくのが、まあ、彼のスタイルなんで、はい、ここからのポケットゾーンをいかにね素早く抜けるかというのがポイントになります。多くの選手がこの時点で2バーをして少し休みの時間を設けています。現在は鈴木ネオが暫定トップ、2位にユリクサ青、3位に本間大成です。これ休めてますね、はい、吉田選手が初めてかもしれないですよ、この綺麗に2バー入れて休んだの。で手順も2バーしたことでこう、はい、合わせてきましたね、ええ、この手順で入ると非常にいいですよね、うん、さそうですね、この東北からちょっと迷ってしまったか、このわずかな数秒の迷いが後々致命的になります。ああ左から来た。そうですね、樋口選手と同じ、はい、中にはこうやってマッチングをして、なかなか、はい、さあどうだろうか、これは左ではなかったと気づいたか吉田、それともマッチングしてそのまま登ろうとするのか、ちょっと苦しい、その間に体力も吸われていく、少し苦しい表情。どうだ、この見るからにあり地獄、なんとか通過していきたい吉田。いや、なんとか、すごいですね、強引に行きました。うん、だいぶ消耗してるんで、ここから、はい、まず落ちなかったのがすごいですね、はい、なんとか粘り切りました。この一手止まるか、おお強い、アンダーもしっかり捉えた。さあ上部へ、本間大成を超えて現在は暫定3位、2年前のチャンピオン。いやすごいですね、今のリカバリーは、まあはい、よくあの状態から落ちずにつなげましたね。まさに気迫、うん、全集中であの難しいエリアをクリアしました。ピンチをしのいで吉田。さあこの後レストする場所はほとんどないでしょう。そうですね、もうここから一気にクリップもないですし、はい、駆け抜ける感じで。どうだ、2分切った、じゃあいやいやいや、よく粘りました。吉田すごかったですけど、ちょっともったいなかったですね、あの迷ったところですか、はい、まあ、たらればは禁物ですが、まあですね、もしですね、はい、迷ってなければもっといいところまで行けたのかと、鈴木選手と同じあたりまでは勝負できたんじゃないかなって思いますね、はい、そう思わざるは得られません。最大傾斜の入り口で2バーして、うまく入り口は手順がこうスムーズにいく流れがあったんですけどね、その後ちょっとこう、はい、うん、ちょっとイメージできてなかった部分があって、ただよく落ちなかったなっていうね、逆手で入った状態からよく持ち替えていったなとは思いますね、はい、あそこをクリアするだけでもすごいのに、ね、さらに手を伸ばしていきました、はい、そこでやっぱりこの上部まで行くっていうのはリードの底力持ってますよね、はい、吉田里根こちらも18歳、今大会は18歳が本当に奮闘しています。大躍進、はい、そうですね、
競技が終わって今ベテランの樋口政宏選手と談笑している姿がありました。吉田聡音、その吉田聡音が高度35で暫定2位。リブナンバー今ロープの3月連携選手大田志郎。さあこれって鈴木ネオのですね表彰台が決まりましたね。やりましたね。はい、あと2人となりました男子の決勝。続いては準決勝2位通過、東京の16歳小俣志音です。3年ぶりの出場で射止めた初の大舞台での決勝です。大人たち相手に若さあふれるクライミングを披露してくれるでしょう。小俣志音は予選では一貫してますね。予選も2位、準決勝も2位。この選手は2018年と2019年ユース日本選手権年代別カテゴリーで2度優勝しています。ボルダリングでもユース日本選手権3位の経験を持っています。3年前、2020年では19位でした。それでもしっかりと準決勝に駒を進めました。さあ東京の16歳小俣志音ですが、伊藤さんどんな印象をお持ちですか、はい、この選手は。いやそうですね、まあ、本当にこの数年で一気に、リードの能力が上がってきて、もういつ世界に出ても通用するレベルにありますね、はい、持久力と、その一手一手の、精度ですね。なので、まあ、このルートを完登するもう力は持ち合わせている選手だと思いますね。身長もだいぶ伸びましたね。そうですね、まあ、手足まだね身長小柄なんですけれども、手足は非常に長くて、なおかつ、壁の中でのなんて言うんでしょう、伸びていく手っていうのが非常にこう存在感がね、はい、非常にこう身長よりも壁の中で足を残せるレベルとか、低重心のままでもこう手が伸びていくレベルっていうのは非常に高いですね。なので使いこなしていくレベルの幅が非常に高い、技術力の高い選手ですね、はい、ここまではいいペースで来ています。小俣志音しなやかな登り、その中に力強さも感じられます。さあここからが一つ関門になります。自分の行き先を少し確かめながら、ちょっと時間がかかっているが、おっと体が開きそうなのをなんとかこらえました。まあ、この後は各選手本当手順を迷いますよね。どういくか、ポケットなので基本的にはセッターのメッセージ的には持ち替えできないよっていうメッセージはあるんですよね、はい、なのでその中で、それでクロスできるか、おお強い、逆手にしないでクロスしましたね、はい、これ結構危ないんですけど、もうあの能力が上にありますよね。小俣志音ならではの登りと言えるでしょう。今のままで引き切るのはかなり難易度高いんですけど、はい、まあ、物ともしない感じで、体力のロスどうだ。いやうまいですね、下半身残して、はい、手は伸びるけど体の位置は動かないっていう感じで非常に安定してますね。まあ、完登できる流れではありますか。はい、ありますね。緊張感の高まるエリアはまだまだ続きます。ただ一つ大きな関門だったあのポケットのエリアはクリアしました、うん、ここからは体力勝負、ほとんどレストをしていません、はい、ここから非常にシンプルになってくるんで、あとはどれだけ持久力を持たせてゆとりを持っていけるかですよね。こらえる、どうだ、少し苦しくなってきたか、歯を食いしばる、これで暫定2位。いいですよ、表彰台は決まった。お待たせしよう、あとはその位置、もう一つ上げたい、きたきたきた、鈴木根を捉えられる、残り時間はまだある、2分のお待たせしよう。さあ、足を食ったの良かったんですけどね、ただこれは鈴木根を超えたでしょう、同率ですかね、はい、となるとカウントバックですね、はいはい、そしてカウントバックであれば小俣志音の暫定トップが決まります。
いやー最後は歯を食いしばりながらの熱のこもったクライミングとなりましたが、いかがでしたか。いやー強かったですね、やっぱりここのクロスもよくこれでポケットの持ち方がね若干ちょっと不利な、はい、あの持ち方だったんですけど、それでもやはりこう力がものすごいありますよね。あと後半の粘り強さもすごかったですね、はい、いやここから4手ぐらい前からですね相当苦しい表情を浮かべていましたが、絞り出しました。絞り出しましたね、はい、うん、その結果報われました。大又紫苑コードでは鈴木寧と同じ38プラスですが、準決勝の順位がより上だった大又紫苑がカウントバックで暫定トップに立ちました。さあこのまま逃げ切るか、それともこの男が立ちはだかるのか。準決勝トップ通過、予選もトップ通過、千葉の16歳、そうです、大又紫苑と同い年、安楽宙斗登場。昨年も国内外で大活躍をしました。CJC ではシニア大会初優勝も成し遂げた若武者ですが、今大会これが初めてのファイナル進出、勢いがあります。自己ベストは昨年の9位でした、リードジャパンカップ。あともう少しで決勝という涙を飲んだ昨年、あれから1年、見事な成長ぶりを見せてこの大会に戻ってきました。まあ地元の千葉県勢ということでもあるし、まあ CJC も勝ってるし、そうですね、ジャパンカップ2冠を目指すところでしょうね、はい、いや元からリードは本当に得意種目で、はい、ユースの時代からねもうずば抜けた、ユース大会ですね、一人だけ完登するとか、そうでした、はい、ジュニアまでいる中で、ね、ユース B 時代にもそういうものすごくレベルの高い登りをリードでしてきた中で、まあ、まだこの年齢でねボルダリングの方も、うんまだ筋力的にはねまだまだあの大人の選手に比べると弱い部分もあるんですけど、それでもこう登り始めると、ものすごい動きができるっていう印象があって、なおかつリードのこう、まあ、リラックスした動きを継続できるっていう部分の技術も高いですね。安楽宙斗のことを伊藤さんはあの決勝が始まる前にですね、もう驚異の脱力系の、そうですね、脱力の達人って言ってましたっけ、なんか本当になかなかここまで、うん、力があるから抜けるっていうよりはスタイルでもあると思うんですよね。保持力があったりホールドをガバに感じてるから力が抜けるっていうレベルの難易度ではないですから、どんなにレベル、まあどんなに突破力がある選手でも緊張するホールディングだったりだとか動きの強度、距離、内容があるわけですよね。その中でもこう力感がもうなくこう抜いていけるっていうのは相当やはり、まあ、元から持ってる部分もありますし、本人が磨いてきた部分なんでしょうね。さあ安楽宙斗の上り、結構自然体でリラックスして上がっていくタイプなんで、この後どう戦略を立ててるか、あ、このあたり、はい、どうですかね。ただ少しここまで時間を要しました。ここからどういくか、両足を鑑定にかけて、あ、ちょっと迷ってるか、ね、どうだ、持ち直しました。持ち直して左手を伸ばして、あ、失礼、右手を伸ばしました。ここでチョークアップ。安楽宙斗もそこまで休むというような、この手順は危ないですよ、はい、左手で行こうとするのか、まあ、右手で小さいホールドに入らないといけないですよね、はい、で今右手で持ってたポケットにこう寄せてくる、はい、足位置的に、あ、そうですね、いや気づいてほしい、これねいつも自然体で抜けてるんですけど戦略がいります、ここは、はい、ちょっと安楽にしては珍しく力が入っているようだ。いやこれ読めてないときついですよ、はい、あー、いやー安楽宙斗これはちょっと悔しそうに、まあ、今天井を見上げました。これは無理がありましたね、はい、ちょっと読め、まあ必要でしたよここはね、うん、予選も準決勝もトップ通過だった安楽宙斗が、宙斗がこの決勝戦大取りのこの役割、緊張感もあったか、まさかのフォールとなりました。
安楽宙斗の上りをもう一度ご覧いただきます。ここでだいぶ迷いました。ここはもう手順を合わせないとさすがに強度が跳ね上がりすぎますね。はい、はい、もうどんな選手でも落ちてしまうようなところまで行ってしまいますね。安楽宙斗は高度25プラス7位という成績になりました。さあその結果優勝となったのは小俣志音が今大会初優勝を飾ることになりました。東京の16歳です。2位には鈴木ネオ、そして3位には吉田聡美が入っています。鈴木ネオも今大会初めての表彰台、そして吉田聡美は今大会制覇したことがありますので、自身2度目の表彰台ということになりました。伊藤さん、はい、若い3人が表彰台を占めるということになりましたが、どんな印象でしょうか。そうですね、鈴木選手は本当精度で、あとはね持久力があるんですけど、上りの精度が完璧だったことでもう最後の面までいったのと、シオン選手も、ね、粘り強かったし、吉田選手もさすがでしたね。もう落ちそうになった時に繋いだのよね、はい、それでは改めまして男子決勝の上位優勝者をご紹介させていただきます。まず第3位、奈良県立青少高等学校所属吉田聡美選手です。3位に見事に入りました吉田聡美。準優勝は静岡県山岳スポーツクライミングの名所属鈴木ネオ選手です。そして初めての決勝で初めての表彰台、見事な2位鈴木ネオ、小俣志音、その鈴木ネオと同高度。しかし準決勝のあの上りが生かされました。カウントバックで小俣志音、東京16歳、見事に初優勝を成し遂げました。それでは優勝インタビューさせていただきます。それではここで野口明夫さんによる優勝者インタビューです。お聞きください。はい、優勝の小俣志音選手、まずは初優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直な感想を聞かせてください。そうですね、やっぱり今まだ優勝したっていう実感がなくて、いや本当に、いやなんかちょっと夢なんじゃないかなみたいないや、本当に素直に嬉しいです。ありがとうございます。はい、皆さん気になるところだと思うんですが、今年からシニアデビューということで、ワールドカップはどのくらい出場する予定ですか。そうですね、ワールドカップはやっぱり出れるだけ出たいと思ってます。親の金銭的な協力を受けながらワールドカップ参加していきたいなって思ってますはい、今後の目標を教えてください。そうですね、今後の目標はまずジャパンカップで優勝した、やっぱ次っていうのはワールドカップで優勝だと思っているので、その目標を目指して、日々練習頑張りたいなって思ってます。はい、ありがとうございます。また志音選手でした。ありがとうございました。初優勝を成し遂げました小俣志音に対して野口明夫さんからのインタビューをお聞きいただきました。いや伊藤さん、はい、ウイウイシーインタビューだったと思うんですが、いかがでしたか。いやそうですね、本人も、信じられないということですけど、周りからするとね、本当にこう身近で見てる、見てきた選手と監視とは本当に彼の最近の実力っていうのを知ってたと思うんで、もう本当誰もが期待してた、はい、部分があると思うんで、やっぱりやってくれたなっていう感じは周りはやはり持ってますね。あとは本当世界戦で早く見たいなっていう印象ですね。もう本当にいつ表彰台に乗ってもおかしくないようなね、能力をもう普段の練習を見てるとね持ち合わせてますから、はい、ワールドカップは出られるだけ出たいという話もありましたし、はい、ちょっとくすっと会場も雰囲気が柔らかくなったのが、親の金銭的なサポートを受けながら、はい、もう出たいという存分に甘えてください。もう、はい、今はもう経験がね、はい、一番、先につながりますから、また世界の、結果出す壁はあると思いますけど、はいはい、経験していってほしいですね。特に小俣志音選手の、決勝戦
に限って言いますとね、はい、上りのそのポイントといったところはどこになったんでしょうか。うん、そうですね、今大会の、まあ、決勝は非常にこうやはり最大傾斜のポケットゾーン最初のところですよね、ええ、そこの動きの流れをつかんだ選手っていうのが、まあ、これだけのレベルの高い選手がいる中で過半数ちょっとね外れてしまった、はい、で読みが外れてしまったっていううまく組み立てられなかったっていうのが非常に、まあ、難しかったと思うんですけど、はい、うん、そこもしっかり、合わせていけたっていうのと、でなおかつ上での粘り強さっていうのはまあ、気迫を感じましたね。うん、言ってってかなり鈴木選手に比べるとちょっと厳しい状況にあったようには見えたんですけど、ありましたね、はいはい、ただ言っていって、集中を切らさずに最大高度までつないだところは、まあ、普段のそうですね、練習からこう、まあ、そういう気持ちの面でもものすごく、厳しい状況でも攻め込んで行って止めるようなね練習を積み重ねてきた証拠だなと思いました。はい、ではその小俣志音選手にインタビューもしてくださいました野口明夫さんにもお話を伺いたいと思います。野口さん聞こえますか。はい聞こえます。はい、インタビューお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、野口さんにもお聞きしたいんですけれども、はい、男子の決勝どう振り返られますか。いやすごかったですね。まず鈴木寧央選手が、いきなり終了点直下まで行ってこれ3人くらい関東出るんじゃないかなってちょっと私、思っちゃったんですけど最終的にはまた志音選手と同高度で、うん、はい、1位2位という結果になりましたね。そうですね、はい、あと今回は若い力が台頭しましたね。特に男子そうですね。男子は本当に10代が表彰台に上るような結果になりました。はい、わかりました。また女子の方でもよろしくお願いいたします。はい、引き続きよろしくお願いします。いや伊藤さんね、はい、本当に若い力が爆発した男子の決勝となりました。いやそうですね、本当リードは特に、うん、この次の、ね、世界ユース経験した若い世代が上がってくるんじゃないかなっていう、まあ期待もありましたし実力がもう、身近で見てると本当にもうそのレベルに達していたんで、うんうん、あとはもうそのチャンスをね一発勝負のチャンスを一本一本逃さずに、はい決めてくるだけだなと思ってたんでやはり今回、まあ、今年から特にそのニューエイジ入ってきた感じがしますね、うん、で、まあ、世界でもちょっと見てみたいですね。はい、リードジャパンカップ男子決勝16歳小俣志音選手見事に初優勝となりました。さあこの後は女子の決勝をたっぷりと。
第36回リードジャパンカップ男子では小俣志音選手が見事に初優勝を成し遂げました。引き続き千葉県は印西市にあります松山下公園総合体育館から第36回リードジャパンカップ今度は女子の決勝戦をお楽しみいただきたいと思います。さあ、女子の決勝ではですね、まず決勝のルートからご覧いただきましょう。解説引き続き伊藤秀和さんです。伊藤さん、はい、女子の決勝のルートですがいかがでしょうか。そうですね、下部は、ホールドある程度、大きいホールドが続くんですけど、こうまあデュラテクスチャーっていってこう周りがツルツルポケットのね、はい、持つところ以外がちょっとこうツルツルしていたりだとか、はい、あとはちょっと距離がありますかね、行って行って、ある程度距離があるので、どん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 動いていく感じですね。スピーディーにこう素早く突破していけると思いますね。あとまあ最大傾斜の紫の大きいホールドがあるんですけれども、そこからは結構こう行って行って引く力がいりそうななんか設定に見えますね、はい、パワフルですね結構ね。男子が持久系という特徴でしたが、はい、女子の場合はまたちょっと違うんでしょうか。はい、まあ下部で流れを、行って行って距離あるんで流れをつかむのと、紫のボリュームからは結構パワー使う気はしますね。で左に出てからはもちろん、はい、かなり持久力の勝負にはなると思うんですけど、このボリュームあたりからパワー系になるということですね。そうですね、はい、行って行って深いですね動きが。そうですか。でアンダーとかもこう出てきて結構体全体の力も安定感も止めていくには必要になりますね。で最後の、はい、最後、まあ、足でこうフックで、足を使って、はい、うまく、ね、体重を殺しながら進むんですけど、この黄色のハの字のあたりまで行くにはかなりの持久力がいるんじゃないかなと思います。だからまあ優勝争いはもちろんラスト数手になってくるとは思うんですけど。そうですね、はい。さあそのルートもご覧いただきましたが、ここではですね、再びチーフルートセッターでいらっしゃる伊藤武史さんからこの女子の決勝のルートについてご説明いただきたいと思います。 VTR をどうぞ。伊藤武史です。よろしくお願いします。女子にしてはボディに来るような構成になってまして、でそのいかにそのボディに来た状態をこうこなしていけるかっていうのと、あとちょっと手数が長いです。今回50手もないぐらいの、はい、手数になってて、まあで、かといってその、レストはできない状態にはな、まあできるポジションももちろんあるんですけど、まあその今までだとその50手持久力、ただ持久力、っていうイメージがあるかもしれないんですけど、全くそういう要素ではない、もう持久力は大前提っていうところで、逆にその持久力からのもう一歩先の次元を出してもらえるような構成にしたくてしてあるので、まあそこをどう攻略していくかを注目してほしいかなっていう、はい、感じです。ボディに来る、手数が長い、そしてレストがそこまでできないというね、そんな、そうですね、手数はやはりこうラウンドを追うごとにどんどん、今大会は伸びて、関東に向けては伸びてきてるんですけど、内容自体が非常にやはり距離があったりだとか、はい、まあそうですね、ボディに来るっていうのはこう全身使うってことなんですけど、なので、まあ、下半身の力だったりだとか、まあ、背中の力も吸われていく中でどこまで、ね、安定感を失わずにいけるかっていう、まあ、本当持久力前提って言ってましたよ ね。 そうですね。なので持久力前提なので、いかにこうストーリーを描いて、まあ、いい流れを作れるかっていう勝負になるんじゃないですかね。もうかなり均衡してますからね、レベルは。ここで野口さんにもちょっとお聞きしてみましょう。野口さん、はい、実際にこの女子の決勝のルートをご覧いただいてどんな印象をお持ちでしょうか。はい、そうですね、かなり張りぼてが出ているので 3D な動きを問われる課題だなと思いました。はい、3D な動き具体的にはどんな、はい、そうですね、中間部で一箇所かなり張りぼてが出っ張っているので、はい、結構壁の中に入ったり、今度は距離を出したりですとか、はい、かなりぼての処理がうまい選手が上位に行くのかなっていう印象です。そうですか、わかりました。
伊藤さん、はい、というお話もありましたが、うん、女子がですね、間もなくあと1分弱で競技がスタートしますが、ざっくりこの8人の中でやはり森愛がですね優勝候補だと思うんですが、いやそうですね、やはり対抗するのは一体誰になるのかというお話になります。まあそうですね、なかなかそうですね、難しい。同世代の谷井夏樹もいますし、ね、まあ、持久力という点では谷井選手、あと伊藤選手と野中選手、ボルダリング能力を生かして、はい、どこまでパワフルに超えていけるかというところですかね。そうですね。さあ森愛の4連覇になるか、4連覇となれば大記録ということになります。通算でも6度目の B に王手がかかっている森愛、その上りにも注目ですが、他の選手の上りもぜひご注目いただきたいと思います。それでは女子決勝の競技のスタートとなります。最初の選手をご紹介しましょう。リングナンバー39、川口市立高等学校所属、小池花田。第36回リードジャパンカップ女子の決勝、いよいよスタートしました。まずは準決勝8位通過、埼玉の17歳小池花です。昨年は惜しくも9位で準決勝敗退、その悔しさをバネにデビューを果たしたワールドカップで自らを鍛え直して、今回3年ぶりとなるファイナル進出、初の表彰台を狙います。今大会の自己ベストは2020年に記録した6位でした。ユース大会ではユース日本選手権でリードボルダリングともにマルチ優勝、世界ユース選手権ではリードで銀、ボルダリングでは銅メダルも獲得している逸材です。さあこの序盤ですね、伊藤さん、はい、いやこの張りぼての持ち替えやですね、最初から、はい、もう序盤から相当選手に負荷を与えるようなそんなセッティングになっている。フリクションで持つホールドなんでね、こう、はい、抜けるのがね怖いですよね、選手もね。フリクションというのは摩擦ですね、はいはい、まあ、引っかかりがないんで張り込みだけで今持ち替え最初の部分でしてるんでね、ちょっと慎重になってしまいますけど、まあ序盤はいい流れで、はい、はい、1人持ち時間は6分です。6分になった時点でも競技終了となります。そこがボルダリングとはちょっと違うところ、さらにもっと言えば一発勝負、それだけに選手に与える緊張感というものは計り知れません。さあ決勝戦のまずは最初のクライマー、準決勝8位通過の埼玉小池花です。小池花もユース時代から相当名を馳せている選手、今日は右肩にテーピングもあるがその影響は全くなさそう。予選は5位でした。準決勝は8位ギリギリで通過の小池花、久しぶりの決勝です。この選手もバランスの取れた選手ですよね、伊藤さん。そうですね、ボルダリングの、バネだとか、はい、筋力もありますし、まあ、印象的にはやはり持久力リードでのね、粘り強さっていう部分が光りますよね、はいはい、あとはまあ自分のこう、そうですね、あ、ここちょっと注目ですね、あ、この結構ここから一気にボリュームに入ってきて、はい、野口さんがおっしゃっていたその体を入れていくというのはこのエリアなんでしょうか。そうですね、こことあと最後後半結構フットワーク重要になってくる、複雑になってきますね、足の使い方とかが、はい、でここで抱えてパワフルに突破できるか。お、抱え込んだ。両手で抱え込んで、そして足で挟み込むようなそんなムーブを見せています小池花。左足は東福。結構ね、今この紫に合わせるとき危なかったんですけど、はい、今下半身がまた決まってるんで、はい、いいですよ。さあここから上半身を持ち上げて、あの白いホールドに行きたいわけですよね。ここからねちょっと距離あるんですよね、はい、うまいですね。でもね、はい、時間は少しかかっているが、ただ後半戦に差し掛かっている小池花、いいですね、足がまあ固定されていて、はい、
こういうところで、まあ、落ち着いて止まって休めるところは非常にうまいですよね。先ほどチーフセッターの伊藤さんもおっしゃっていましたが、まあ、レストする時間は全くないわけではないけれども、ただそんなに時間はかけられないという、なぜなら手数も多い、さらにはボディに来るという、ボディに来るという表現もなかなか面白いと思うんですよ。そうですね、体幹も吸われていくものなんで、まあ、脚力とか体幹も緊張感ある一手一手こなしていったときに少しもちろん疲労していって強傾斜に入ったとき、少しこうコントロールが難しくなってくるんですけど、引く力とか前腕だけではなくて、そういう意味ではこうやはり下半身もしっかり使うような、足位置ですよね。この一手もちょっと出ていけるか、小池花はうまくコントロールできるか。時計を少し見合ってちょっと急がなくてはいけないという気持ちになっているか、それでもこの白いホールドに手をかけた。いや粘り強いですよね、はい、本当にね、じわじわと上げていく。どうだ、まだいけそう。後半戦の小池花、残り時間は1分30秒。いや強い強い、足を送る、ポケットに指を差し込んで今ちょっと下がりました。どうだ、これ先に進んだのいい判断ですね、はい、まあ、クリップが厳しい状態で、先に行くことを選択したんですけど、はい、いい判断ですよね。一瞬はロープを通そうとしたんですが、うまく切り替えています。自分の体勢がいいところでロープをしっかり入れて、その先2点ほどは進んだでしょうか。小池花、いやしっかり繋いでいく粘りをね、はい、出せたトライでしたね。小池花、最初のクライマー34プラスという高度です。粘りましたね、本当に粘りましたね、はい、非常にこう自分の登り方にこうその課題をはめていくのがうまい選手ですね。3年ぶりのこのリードジャパンカップの決勝、3年前は6位。どん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 このルートを座れていく中で粘りに粘りを見せました。ナイスクライミングでした。17歳は決勝進出者の中では最年少、小池原頑張りました。これが暫定トップ、小池花の高度34プラスです。それではこの人の登場です。ビブランバー、さあ続いては予選は7位通過、東京の25歳野中美穂です。今月初めの BJC では2位と好スタートを切りました。そして今大会は4年ぶりとなるファイナル進出も決めています。東京オリンピック銀メダリストが初の表彰台を狙います。まあ、野中美穂はもし今大会優勝となれば、あの野口啓代さんに次ぐジャパンカップ全制覇という、ね、はい、記録にもなります。ボルダリンジャパンカップは今シーズンは2位でした。伊藤さんの教え子でも一人でもあるわけですが、野中美穂のこのリードジャパンカップにおけるこの調整というところですね、どういった調整をしてきましたか。そうですね、もうオリンピック後からもね、まあ、リードも継続的にずっとやってきて、はい、まあ、この直前で何かをしたというよりはずっと積み重ねてきた感じですね、うん、やはりこう大きく変わるにはね、この継続性が必要だと思うので、はいはい、まあ、コンバインドで言いますと東京の時にはスピードもありました。はい、野中選手の場合はスピードとボルダリングが特に強いという、ね、イメージがあったんですが、このリードへのアジャストというのは、はい、具体的にはどんなアジャストの仕方をしたんでしょうか。そうですね、もう東京五輪に向けても、リードの方は3種目ある中でも、まあ、決勝で、まあ、上位に入らないとなかなかメダルは厳しいって思っていたので、はい、まあ、そういう意味ではそこに合わせてきた部分はあるんですけれども、そこからさらに、パリに向けては、より幅広いなんて言うでしょうね、課題に対応できるようなターゲットもね、
本当にこういろんな幅で対応できるような練習にしましたね、はい、なので持久力って言ってもいろんなタイプの持久力があると思うんですけど、うん、スピードがなくなった分あの練習の幅も広げてこれました、うん、時間も割けますしね。そうですね。そうなりますとじゃあいろいろなルートを、まあ、登って登って、はい、相当それに対するその慣れもそうですね、体に叩き込んだということですね。あとは単純なこう粘り強さ、はい、パワーエンデュランスだけではなくて、はい、単純に、まあ、そうですね、ミドルエンデュランスというか緩く長く持続するような練習も、はい、うん、ある程度東京五輪までは省いてきた部分も少し入れてこれたっていうのはありますね、はい、少し前には肩もかなりダメージを受けていた野中美穂ですが今はもう大丈夫のようです。さあ一つ鬼門となっているこの大きな張りぼてを越えられそう、あとはその先へ。野中美穂、ここまでの上りをご覧いただいてどんな印象でしょうか。いいと思いますよ。ちょっと足一迷いますよね。はい、いいですね、うん、しかしここで足を抜いてかかとをかけるヒールフックからさらに上部へ。おー、いいですね、クリップも入れられてるんで、はい、いいですね。小池花は少し進んでから入れました、はい、まだここからですよ、はい、その小池花のポイントが近づいてきました。いいですね、体も生きてますね、はい、生きているというのはまだ疲れがなさそうということですね、はい、まだ力強い一手出せるんで、はい、いいですよ。まだ2分半以上残り時間があります。野中今大会初制覇に向けていいですよ。小池花を抜いた、暫定トップに立った。いいぞいいぞ。あとはどれだけ高度を伸ばせるか。さあ逆八の字ですね。あそこまでもったいない。いやちょっと悔しいでしょうね今のは、はい、キャッチでしきれなかったですね。口を真一文字に結んで少し厳しい表情で降りてきた野中美穂です。いけたという伊藤コーチの言葉、ね、はい、まあ、次の取るとまた足を送って、だいぶ足でこう体重殺していけるんですけど、いや相当悔しそうに見上げています。まあはい、選手からするとちょっとブラインドになってますかね、まあ、白い張りぼてに小さいのがついてるんですけど、はい、うん、その位置選手から見てこの緑のあれですね、今見えてはいましたか。そうです、ただうまく指がかからなかったか。あと飛び出す、まあ、体の位置難しいですよね。あんまり飛び出しすぎても空中に出てしまいますし、はい、下半身を残しすぎてもちょっと、うん、届かないというところで、まあ、もちろんその疲労の色という表情にも見えますが、それ以上に、いやそうですね、もうちょっといけたぞってい う、はい、うん、感覚はあったでしょうね。オリンピック2大会連続出場に向けて野中美穂の戦いはまだ始まったばかりです。その中でこの決勝戦、現在は暫定2位36プラスという高度です。戦いを終えた両選手が今話をしていました。さあ同じ東京、準決勝は6位通過、20歳になりました平野夏実。ボルダリングリードともにユース日本選手権を制したユース時代、2年ぶりのファイナル進出となった今回、目指すは19年以来となる表彰台です。2019年は表彰台3位でした。いや1手目の足高いですね、頑張ってほしい。身長はさほど高くない平野、ここはいきなり緊張感が増す最初の動きです。足踏み込みづらい、頑張頑張、これはカウントされてしまいます。やはり遠かった最初のムーブ、まあほぼ、まあ、左足でこうたわみもなかなかなかったん で、はい、で股上高い結構右足で、そうですね、右手もこうね利きが悪かったんで、これは平野夏実にとってあまりにも厳しい残酷な決勝戦となりました。そうですね、
少し光るものもありますか、目の中には。いやなかなか、はい、最初一番手の小池選手も本当にこう、ありましたね、緊張感がありましたね、はい、うん、そんなに身長の差はありません、平野夏実と小池原。平野夏実選手に言いました、大きな拍手。まあ、ただ世界に出ればですね、こういうスタートだっていくらでもあるわけで、はい、まあ、その中でやはり対応力をつけないといけません。平野夏実、また来年以降に期待しましょう。さあ準決勝は5位通過、岩手のこちらも20歳、伊藤双葉。今月初めの BJC では異次元の上りで3度目の頂点、今大会を勝てば初優勝、ジャパンカップ2冠を目指します。2016年に表彰台に立ったのは、伊藤双葉、その時にはまだまだティーネイジャーでした。それ以来の表彰台を目指します、このリードジャパンカップで。まずは伊藤さん、はい、この伊藤双葉の BJC の上りは圧倒的でしたね。いやー本当になんか1課題目からこう流れを掴んだ感じもあって、非常にもうなんか全部決まりましたね。全部決まりました。すごかったですね。ビタビタはまりました。3度目の BJC 体感となりました。ファイナルは全課題一撃という離れ技、その伊藤双葉がまだ手中に収めていないこのリードジャパンカップの頂点に向けて今序盤のクライミングです。左肩にテーピング、これは BJC の時に痛めたというふうに聞いています。ただそこまで深刻ではないという話も聞いています。まあ、深刻であればこのような登りは最初からできません。まあ、伊藤双葉でいうと何かリードの方から最初はこう名を馳せたような、そんなイメージがあります。その後にボルダリングという順番です。ですからリードは基本的に強い選手ですよね。そうですね、あの両方ね、ものすごく力が、小さい時からありましたよね、はい、だ上りのスタイル本当にこう東京五輪を目指す中でやはりスピードもありましたから、そこで体がかなり変わったなという印象ありますよ ね、はい、ありましたね本当に。もちろんこう年齢的なものもありますけど、やはり鍛えてきた部分で随分こう、まあ世界でのボルダリングの課題にしっかり対応できるような、はいはい、しっかり距離も出せるような力強い動きも出せるような体つきになってきたなという感じがありますよね。もともとローティーンの時から身長は高めではあったんですが、ただ、さらにですね身長も高くなり、もともと長かった手足もさらに伸びて、そこにまた筋肉をつけて、そうですね、はい、やはり肩周りとかがすごく印象が変わったなという感じがありますよね、はい。もうこのクライミングに向けてフル武装しているような伊藤双葉です。今や立派なアスリートです伊藤双葉。さあ一つ関門となりますこの大きな張りぼて、この時に肩にかかる負担はどうか、かかとをうまくかけます。そして長いリーチを生かしてあの白い薄いホールドに指をかけたい、かけます。ここでチョークアップ、両手もマッチして、そして乳酸も飛ばします。ちょうど半分を超えました持ち時間。いいですね、今落ち着いて少しね、はい、緊張感も増したんですけど、今下半身も、固定できていいですね。壁の中に入り込む、ここ距離ありますよね、はい。まあ、右足のところに左足を上げてくるか、ただ上げるとまあ、上げるのは上げたんでね、結構こう体が外に来るんでこのまま取りたいんですけど結構低いんで今上げましたね、はい、上げましたね。なんとか上げないと距離が、はい、うん、ここからのクロスも力がいりますよ。この伊藤双葉をもってしても長めの距離でした。ただその長めの距離を詰めてコードを上げていく、残り時間は間もなく2分です。
一旦下がって、そしてクリッピングはいつするのか。そうですね、クリップ、まあ、次で入れられますかね、なんとか、はい、一旦下がって、そしてもう一度上がる、まあ、V 字回線のようなそんな上り乗る奇跡です。さあそのクイックドローに近づいてきて、ここでするでしょうか。あ、ここでしますね。この体勢で今ロープを通しました。小池花の地点今到達、暫定に伊藤双葉、そして野中美穂まであとわずかでした。暫定3位。いや、最大傾斜から少し、前進きつそうでしたよね。そうでした。うん、ただまあ行って行って安定するところには、ムーブ選択をしていきながら高度を伸ばせましたよね。はい、ボルダリンジャパンカップに続く2冠とはなりませんが、ただ伊藤双葉のこの上り、この上りを楽しみにこの会場に来られたお客様も多いことでしょう。自分の中では上り切ったな、やり切ったなという表情にも見えました。伊藤双葉、今年のボルダリンジャパンカップの優勝者、今キスアンドクライのこのエリアに歩を進めて一息ついているところです。野中美穂が36プラスで暫定トップ、2位には伊藤双葉34プラス、小池花とどうやら同高度のようですね。準決勝より順位が高かった伊藤双葉が現在カントバックで暫定2位に入っています。小池花は3位です。4人が登り終えたところでここまで印象をお伺いしたいんですが、伊藤さん。いや、そうですね、やはり、最大傾斜からパワフルでしたね。うん、やはりあの紫のボリュームからの一手一手が距離がありますね。うん、あと体の力、下半身の粘り、はい、うん、一手一手きつくて、まあ、美穂が落ちたポイントからは本当底力がさらにいるっていう感じですよね。あと先ほど残念ながら平野夏実選手がですね序盤で落ちてしまったんですが、これあの距離感といいますと身長のそこまで高くない選手にとっては相当プレッシャーのかかるスタートムーブだと思うんですが、この後ですね身長で言いますと谷井夏希とか森愛とかですね、まあ、美羽が結構心配ですね。あ、柿崎美羽もそうですね。美羽が、まあ、平野選手と同じぐらいだと思うんですね。150弱、50ないぐらいだと思うんで、はい、その柿崎美羽が出てきました。早稲田大学でいうと男子の決勝でもイリクス青が頑張りました。この人はどうでしょうか。準決勝4位通過、東京の19歳、柿崎美羽です。これで4年連続のファイナル進出、今回は3年ぶりの表彰台、さらには初優勝を目指します。いや、なんとかね、脚力で初速腰跳ね上げてほしいですね。はい、さあこの最初のムーブです。3年前には初めての表彰台3位に入っている柿崎美羽、ちょっとやはり相当プレッシャーを感じています。頑張れ、頑張れ。相当遠い、飛び上がって捉えないと、しかもその飛び上がって初速でもう右手も引けないんでね、ほぼ、はい、そうですよね。もう最初の初速でもうタイミングを完璧に合わせて頑張れ、頑張れ。採用決定。平野夏実と同じ結果となってしまいました、柿崎美羽。いや、これもね、まあ多分セッターもね想定してなかったとは思うんですけどね、本当にこう柿崎美羽選手でした。もっと登りたかった。いや、なかなか下足のたわみもないんで、はい、ただずいぶん右手も引けた方だとは思うんですけど、まあ、ですからもう全身伸ばしきってもあの距離ですから、はい、これは非常に厳しいですね。最初の腰の位置でかなり負荷が、ムーブの難しさっていうのが一気に変わってしまうような一手でね、ちょっと小柄な選手にとってはちょっと残念なスタートですね、これはね。今平野夏実が優しく柿崎美羽に声をかけました。
やはり気持ちは同じ、よくわかるんでしょう。さあ残すところあと3人になりました。準決勝3位通過、地元千葉、19歳久米野の葉です。今年の BJC では自己ベストを記録、そして今回も自己ベストを更新して初のファイナル進出。世界ユース2連覇の実力を思う存分発揮してもらいたい久米野の葉です。まあ、世界ユースの優勝といいますとね、伊藤さん、はい、やはりジュニアでの2連覇が光りますよね、この選手。そうですね、もうジュニアっていうと本当そのままワールドカップで活躍している選手が、はいはい、出てますから、ものすごく世界戦でもこう安定した登りを出せるタイプですよね、まあ、結構ねコンペティターでもタイプがあって、うん、あの国内の大会よりも世界大会もう本当にこうレベルの高い選手がいる方が燃えてね、 あとは、まあ、チャレンジャーっていうんですかね、チャレンジ精神で、うん、高度を普段よりもリラックスしていけるっていう選手もいますし、まあ、結構国際大会でやはり、そういう登りができる選手としては、はい、これからも楽しみですね。そうですね、まあ、同じ女子でいうと野中美穂選手もより海外での方が、うん、そうですね、強いというイメージがね、はい、何かこう、まあ、課題の提出も変わりますけどね、はい、うん、海外の方が、まあ、ちょっとこう、うん、あのパワフルになって、はい、よりシンプルに登る力も試されるような感じなので、自分のこう力を発揮し集中して発揮しやすいですね。余計なこうミスしたらどうしようみたいな、しかもリスクのある動きっていうのが若干特にリードになると少ないかもしれないですね。そうですか、うん、なので落ち着いてこう自信を持って自分の力をこう出し切れるところにこう集中できるっていうのが、まあ、国際大会ではあるかもしれないですね。あと国内大会ですと、はい、あのいろいろとこう選考がかかっている大会も多いじゃないですか、うん、そうですね、もうそのやはり選考を外れてしまうともう1年国際大会出れないっていうプレッシャーもね、そうなんですよ、あとは内容もねちょっと繊細なんですよ、日本は相当日本の場合はね、はい、そう確かに、はい、だから日本で勝てないんだけど世界では勝てるという選手が多くいます、うん、この久米野の葉も、はい、まあ、国内ではユース日本選手権最高が2位、うん、ただ海外では、はい、昨年まで2連覇を果たしているというユース大会、うん、そうですね、だ、まあ、あの国内の方が本当にそういうリスクと一箇所とんがったムーブがあって、そこでこういう世界で活躍する選手も剥がれてしまうようなアクシデントが、アクシデントというか、まあ、各選手が危ないんですけど、そういう箇所が今まで多かったんですけど、今大会はねそういうあの場所が少ないんですよね、はい、うん、なので繋いでいけるような、うん、しっかり持久力を最後まで出し切れる選手が多い大会になってるんで、そういう意味ではね、久米選手もしっかり決勝に残って、はい、うん、あの実力通りの登りをしっかり、この決勝もそうだと思いますね、うん、一箇所こうランジがあったりだとか、うん、極端に遠い手があるっていうよりは、うん、しっかりつないでいく持久力があれば、はい、うん、高度を上げれる内容になってますから、まあ、野中選手が、止められなかった一手も止めてね、後半までいける力はあると思いますから期待できますね。あそこトーフックですか、はあはあ、さあ両手両足で下から抱え込むように、うん、そうですね、トーフックではなくてヒールで今度は来ました。多くの選手がヒールです。結構紫もね持ってる感じあんまり長く痛くないんでしょうね、はい、結構厚みがあってこう手首もちょっとこう使うような、ええ、うん、長く入れないですよね。なので足も疲れそうですよね、はい、まあ、一旦このホールドを持つと各選手少し、そうですね、シェイクできますよね。残り時間は、あ、でも早いですね、はい、うん、間もなく2分30秒久米野の葉、おー、いいですよ、再始動、おっと左足が一瞬抜けましたが、ここは落ち着いて体勢を立て直しているか、ちょっとどうか、なんかちょっと、ええ、引く力がないか、はい、ちょっと引く力がなかった、引く力がちょっと、はい、なんか力強さに欠けましたね今の部分は、まあ、紫のパートからまだそんな疲れてなかったとは思うんですけど、うん、ただ今相当左手を振っている仕草を見ていると、ね、途中からかなり座れてしまったのか、まあ、疲労感もありましたし、はい、ちょっとここのクロスの深さが、うん、まあ、遠さっていうんですかね、がちょっと行ってみて、あ、思ったより遠いっていうので多少間がありましたよね、はい、うん、そういう迷いで指先も崩れていって、うん、
難しいですね。気がこういろんなところに行くと体の力って単純には出しづらくなってくるんで、はい、そうですね、少しこう想像よりも遠かったっていうので少しこう気が、うん、逸れた部分もありましたね、この一手ね。まあ、今回このリードジャパンカップの決勝戦初めてという選手が多くいるんですけれども、やはりこれだけ難易度の高いルートをですね、はい、予選2本、はい、準決勝1本、そして決勝を登るというのは初めての経験ですからね。そうですね、相当疲労もこの決勝前には溜まっていた可能性もあります。その中で久米乃葉もこの28プラスという高度です。さあ残すところあと2人です。野中美穂の表彰台は確定しました。さあ準決勝2位の選手が出てきました。注目の選手、奈良の19歳谷井夏希、自己ベストは昨年記録した3位。今大会は昨年が初めて表彰台に立って、その後国内外での活躍につなげました。今回は目標をさらに高く掲げ、表彰台の真ん中を取りに行きます。昨年も国内外のユースとシニアの大会で素晴らしい成績を収めてきたこの谷井。谷井も身長はさほど高くありません。さあ、あ、強いですね。まあ、右手の保持感が行きましたよね。今場内から大きな拍手と安堵の声も聞かれました。本当ですね、危なかったですね、はい、でも体の位置は相当やっぱり不利でしたよね。こんなスタート地点から手に汗握るのは初めてかもしれません、はい、ですね。たまにこう走っていってジャンプとかあるんですけど、ね、ありましたね。ちょっとポンプな感じでトトンとスタートはあるんですけど、はい、こういうケースはなかなかないですよね、はい。また伊藤さんが今おっしゃったような走ってピョンというのはそんなに、うん、落ちる選手はいませんしね。そうなんですよね、思い切っていっちゃえばね、はい、いやドキドキします。ただそのドキドキのエリアは越えて谷井夏希普段の上りに戻っています。谷井夏希もいつシニアの大会で優勝できるのか長らく待たれています。国内ではそして世界でも何度も何度もユース大会では頂点に立っています。ただ同世代には森愛がいます。森愛に勝てば世界の頂点も見えてくる、そんなご時世になりつつあります。目指すは森愛越え。谷井夏希、伊藤さんは常々この谷井夏希はもう本当に保持力がすごいんだというお話をされてますよね、はい。この保持力というのはさらに強くなるものなんですか？そうですね、体の力が強くなると強くなりますね。やっぱり今ボリュームが多かったり、動きで効かせる、動きで効かせるって言うと難しいですかね。こう、はい、まあ、動きのスムーズさとかホールドが引けてると保持感が上がるようなホールドって多いんですよね、うん。なので、まあ、引っかかるホールドに関しては単純なんですけど、結構スローパーだとか、はい、うん、ハリボテだとかっていうのはまあ、体の身のこなしと、体の力が上がると保持力もついてくるんで、そういう意味ではまあそういう成長も、まあこの数年で谷井選手もやはりある、あ、溶けてるわけですね、はいはい、そうですね、はい、そういう成長はあると思いますね。単純な末端の力だけじゃない力でホールドを持つっていうレベルが、はいはい、前よりも上がってると思います。総合的にまた上がってるということですね。まあ、こういうボリュームもそうですね、はい、やはり肩周りとか背中、まあ、このパートに関しては下半身も体幹も安定していないともうこう長く痛くない感じで、はい、ここで止まれているのもやはり体の力も、はい、生きてますし。残り時間まもなく半分、しっかりとこの大きな張りぼてに足を挟み込んで、レストの時間、この引く力もね、はい、しっかり引き切りましたよね。動きがしっかりしている谷井夏希、
着実に確実に行って行って高度を上げていく。疲れはまだない。いいですね、このタイミングでやはりクリップはね、入れておきたいところなんで、はいはい、早い段階で今クイックドローにロープを通してきました谷井夏希。迷いはありませんね。そうですね、ここから、うん、大丈夫ですね。あのいわゆる逆八の字ですね、あそこまで行った選手はまだ一人もいません。谷井夏希に期待がかかります。トップ3の地点が見えてきました。さあ来た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 、谷井夏希。いやこの左足のフックうまいですね、はい、これうまいですね。フックでもう体左に持ってこれてるんで、さあつなぎましたね。はい、つなぎました。左の鑑定に足をしっかりかけて、さあ八の字に来たぞ。初めてだ、谷井が初めて。おお、よくキャッチした。来た、足ぶら状態からあの小さな報道をよく捉えた谷井。暫定トップ目指すは関東。いいぞ、なんとか持ち替えて。残り時間が間もなく1分となる。強い強い。さあここからは時間との競争、そして体力勝負。左手、いやすごい、あーという表情を見せました谷井。しかし見事な暫定トップ。高度は43プラス。いや後半の足の、まあ、流れっていうんですかね、それが素晴らしかったですね。お父さんおっしゃってましたね、途中で、はいはい、あの悪いホールドが、ね、来るところで左に移るところで足をうまく使っていきましたね。はい、この前ですね、確か。そうですね、はい、うまくフックでこうつないでいって、あとこのここからの集中力すごかったですね。はい、うん、そこからまた数手4、5手ほど伸ばして、よくあのポケット止めましたね。止めました。結構低い状態から飛び出したんで、まあ、ポケットなんで確率も悪いと思うんですけどね、はい、素晴らしいですね。これで谷井夏希の2位以上が確定、野中美穂は3位です、現在暫定です。いやー谷井夏希、ひとまずは自己ベスト更新ということになりました。谷井夏希2位以上、あとは2位なのか優勝なのかというところです。見事な登りでした。2023、いよいよ最後の選手を迎えます。女王の登場、ビブナンバー22、茨城県産業選手の主力森亜美。さあ出てきました、準決勝トップ通過、予選もトップ通過、19歳茨城森愛。今大会はここまで5回の優勝、目下今大会3連覇中。いや出だしですね、はい、もう一番心配なのも、その森愛のまずは序盤の動き見ていきましょう。やはり森合もこのスタート手こずっています。おお効いた。いやーこれは本当に右手の利きが、まああれね、飛び出しながら手が抜けてもおかしくないホールドの悪さなんですよ。はい、そこはさすが女王。いや緊張感高まりましたけれども、いやもうこれはどうするんだっていう感じで思ったでしょうね、スタートするときに、はい、今大会目下3連覇中の絶対女王です。4連覇に臨む森愛。
予選から準決勝まで今のところ全冠という今年の森。今大会勝てばあの小林由香さんと並んで歴代トップタイとなる優勝回数6回になります。そして今大会3連覇中というのはあの野口啓代さんと並んで歴代最長タイの連覇記録、今回勝てば単独で歴代最長ということになります。いろいろな記録がかかっている森秋彩。昨年はリードジャパンカップとコンバインドジャパンカップの2冠、世界ではワールドカップリードコペルで初優勝を含む2勝、コンバインドの盛岡でも優勝しています。いや本当に、まあ、リードの能力は高難度に対応できる、はい、本当にずば抜けた持久力がありますよ ね、 ですね、はい、まあ、リードに関しては本当に強い、まあ、ボルダリングも強いんですが、リード大会に関しては国内外を含め2020年のリードジャパンカップから目下5大会連続優勝中です。とにかくリードではここ最近負けていません。ボルダリンジャパンカップでも今月の初旬4位に入っています。森愛総合力をどんどんつけて、ただこのリードでは絶対負けたくないという気持ちもあるでしょう。そうですね、あとはやはりこう、まあ、完投したいところですよね。完投、はい、去年の優勝の時も完投でした。この森愛のコーチともいらっしゃる伊藤さん、まあ、心配そうな表情で見つめていらっしゃいますけれども、この後の気がかりになるような地点というのはありますか。いや、あの後は大丈夫だと思いますね、はい、あとは心配なのはラスト1手、まあ、完投するかしないかという勝負までなんとか持っていってもらいたいとは思うんですけど、はい、ワールドカップの、ね、時もやはり、最後完投できなくて、ね、ずっと悔しがってましたから、やはりこうリードがまあ大好きで、結構こうそうですね、まあ、結果だけではなくて登り切りたいという気持ちが強いんで、はい、この課題を最後まで登り切ってほしいですけどね。まもなく残り時間は半分になります。3分、この大きな大きなハリボテ、小さな体でなんとか包み込みます。いや結構これ持った瞬間にお時間がすごく悪いんでしょうね。各選手ちょっと乱れますよね、はい、ここでね、ちょっと体勢が崩れます。本当に深すぎるんで手首を使うようなシェイプで、はい、これ相当腕も疲れそうです。おお、こっちの手で入りますか。右から入った、これは強いですね、はい、そしてまた、あっ危ないよ。ちょっと時間も心配ですね、まあ、ペースがちょっと、はい、まあ、出だしの、まあ、あの緊張感もありますよね、うんうん、本当に落ちるか五分五分の一手だったと思うんですよね、一手目が。その後の、まあ、緊張感もあってちょっと上りのペースが、うん、そうですね。さあ左手で捉えて残り時間2分、まあ、完投するにはギリギリ足りますかね。ここから少しずつスピードアップしていきたい森です。そうですね、4連覇に向けて、そして今大会6度目の頂点に向けて、森愛苦しみながらも行動を上げています。頑張れ。時間もやや気になるところでしょう。ただまた早い段階でクリーピングはしました。ここは森愛の冷静さも光るところ。さあ残り時間はまもなく1分となります。なんとか結構ギリギリですね、はい、行動を稼ぎたい。頑張れ。あ、うまいですね、この先にフックするのが、はい、はい、ここです。来てきました。そしてここからは動き続けられるんで、はい、足の動きどうだ。1分切ったぞ。これで2位には上がってきた森愛。谷井夏樹の地点まではあともう少し。この逆八の字のエリアを越えていかないと谷井夏樹に届かない。残り時間間もなく30秒。谷井夏樹の地点が見えてきた。頑張れ頑張れ。捉えられるか。捉えた捉えた。
盛り合い強い強い来ましたね、はい、いや頑張って関東、あとは関東に向けて頑張れ頑張れ強いぞ頑張れ頑張れカウントダウン10秒あしかし、しかし盛り合い見事な4連覇そして今大会6度目の優勝達成予選そして準決勝さらにはこの決勝もと期待は高まりましたが全ての課題完登こそなりませんでしたが見事な優勝となりました森愛伊藤さん、はい、また教え子がやってのけましたいや頑張りましたね本当に、はい、まず出だしですね出だしこれは出だし相当不利だったんですけど、まあ、よくやりましたよねあと後半の粘りも、まあ、ちょっと時間が心配だったんですけども、はいうんよく頑張ったと思いますねもう限界でしたね、出し切りましたね盛り合いも、はい、そうですね、まあ、最後のクロス止めたあたりからは底力感じましたねうん仲間のクライマーからもグータッチで祝福されましたいや盛り合い見事な4連覇そして2位には谷井夏樹谷井夏樹は今大会の自己ベスト更新ですね今までが最高の3位でしたからそして3位に野中美穂というトップ3になりました見事な4連覇盛り合いただ本人の中ではもちろん嬉しさもありますが若干の悔しさもあるでしょう優勝者をご紹介させていただきますまず第3位は野中美穂選手ですボルダリンジャパンカップに次いでこのリードジャパンカップでも見事に表彰台野中美穂野中美穂も今大会初の表彰台ということになりましたそして森愛の名前が高らかと今呼び上げられましたあ森愛ももちろん優勝それには、野中美穂と谷夏樹もそれぞれ自己ベストを更新ということになりましたさあここで野口啓代さんから見事に優勝した森愛選手への優勝インタビューです森愛選手今大会での優勝そして4連覇おめでとうございますありがとうございます決勝を終えての率直な感想を聞かせてくださいまずスタートがすごいできるか不安で、はい、できたんであとはもうゴール目指して突き進むだけだなと思ってとにかく全力で登りました、はい、ちょっと時間が迫っている中で完登を逃してしまいましたが難易度的にはどうでしたか時間があったら登れそうでしたかうーん最後レストアンダーとかでレストしてたらもしかしたらいけたかもしれないんですけどちらっと見たらもうかなり時間が少なくて行ったら最後持った右手がものすごい悪かったんで、うん、なんかもう課題に負けた感じがしてすごい今悔しいですはいボルダーでもリードでもジャパンカップで代表に入りましたが今年のワールドカップの参戦予定を教えてください今年はパリオリンピックに向けて大事な年ではあるんですけどやっぱり大学の学業の方もしっかり両立させていきたいと考えているので、そっちを優先しつつでもパリオリンピックに向けた道はどんどん近づいていけるようにある程度何個か世界大会にも出たいなと思ってますはい素晴らしい登りをありがとうございました優勝おめでとうございますありがとうございますいや伊藤さんしっかり地に足についたそんな優勝インタビューでしたね、はいそうですね大学の方も、はい両立しながら、はい練習の幅もしっかり、保って、うんはい世界大会もね全部出るっていうのはまた難しいかもしれないですけどす、ねはいスポットでね頑張ってほしいなと思います、はい、そこはしっかり大会を絞って、うん
そして、まあ、絞られた大会の中で全力を尽くすという、まあ、昨年の森合選手のそのモードと変わらないですよね。そうですね。あとは国内でも、まあ、活動を広げて、まあ、岩場とかもね、はい、行きながら、まあ、リフレッシュする時間も作って、はい、進んでいきたいと思いますね。あとはやはり悔しさもあるという言葉もありました。ただまあそれよりも今大会のスタートはちょっと特殊だったので、本当そこを止まってよかったなって、出し切れてよかったなっていうふうに、そうですよね、一応本人もほっとしてるんじゃないですかね。今回はもう登りきれなかったのが悔しかったっていうよりは、あのスタート、はい、本当にこう落ちれるレベルだったんで、一応こうスタート切れて、力尽きるまでこう出し切れた、はい、ところでほっとしてるんじゃないですかね。そうですよね、はい、いや本当に先ほどもお伝えしましたけれども、決勝の中で、まあ、決勝に限らずですね、最初のムーブからちょっとハラハラドキドキというのは、そうですね、ちょっと何人かの選手はね、残念ながら最初のムーブで、はい、落ちてしまうという結果になりましたけれども、はい、そうですね、平野選手と柿崎選手、本当に、はい、まあ、やはり自分の力をね、どこまでいけるのかってこう試せなかったっていうのはね、本当悔しいと思うんですけど、まあ、はい、代表権は得てますから、ワールドカップの方で、はい、頑張ってほしいなと思いますね。そこでしっかりと結果を残してほしいですよね。そうですね、平野選手も本当に返り咲いたっていう感じで、しばらく、そうですね、何年経ちますかね、まあ、コロナ禍も挟んで、2年ぶりぐらいですけどね、はい、もう本当に代表に戻ってきたっていうところでね、はい、頑張ってほしいなと思いますね。小池選手もぜひともね、頑張ってほしいですしね。はい、そうですね、はい、さあ、ここで準備が整った模様ですね。再び野口さんとお話をしていきましょうか。野口さん、はい、はい、女子の決勝戦が終わりました。森合が見事に優勝を成し遂げたわけですが、はい、先ほど笑顔で森選手とね、話をされてましたが、どんな内容をお話になってたんですか。そうですね、やっぱり本当に決勝戦は見ての通り、初手からすごいやっぱり距離が遠くて、やばかったという話をしていました。いや野口さん、本当に緊張感マックスの初手でしたよね。はい、そうですね、本当にここまで初手からヒヤヒヤする内容はなかなかないと思うんですが、本当にワールドカップよりもハードな内容だったと思います。それとその初手で残念ながら涙を飲んだ選手が何人かいますが、はいはい、大先輩からですね、その選手へのちょっと言葉をですね、かけていただきたいんですが。そうですね、なかなかやっぱりそのランジで距離が出なかったっていうところとはちょっと違う部分で悔しい思いをしてしまったので、本当にワールドカップの舞台で、はい、への本当にいい糧にしてもらえたらなっていう感じですね。はいはい、それと改めまして野口さん、はい、女子の決勝ですね、ざっとどんな印象を持たれましたか。そうですね、優勝の森愛選手、2位の谷根夏樹選手は持久力的にもすごく抜きに出ている印象で、ワールドカップでもこのまま活躍してほしいなと思いましたし、あと3位に初めて表彰台に上がった野中選手の登りが素晴らしかったですね。初表彰台でしたもんね。そうですね、やっぱりこれまではボルダリングと以前であればスピードの印象が強かったんですが、リードでここまで仕上げて来ているあたりにパリオリンピックへの気合を感じました。はい、野口さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。第36回リードジャパンカップ女子決勝を制したのは森愛選手でした。
第36回リードジャパンカップ解説には伊藤秀和さん、そしてリポーターには野口啓代さんをお招きしてお伝えしております。男子では小俣志音選手が、そして女子では森愛選手がそれぞれ優勝している今大会。さあこの時間は改めましてそれぞれの王者たちの決勝の上りを振り返っていきたいと思います。ハイライトです。まずは男子の王者小俣志音の決勝戦の振り返りです。伊藤さん、はい、振り返ってみると危ないところもあったんですがね。ありましたけども、後半の一手は本当これぞリードの、まあ出し切る上りっていうのが見れたんじゃないですかね。本当一手一手歯を食いしばりながら、はい、止めてましたよね。まあ、昨シーズンもその前もですね、今大会は欠場していたんですが、ですから3年ぶりのこの大会で初めての決勝で初優勝、ものすごく、ね、力をつけていたんで、まあ、それをしっかり結果として出せて、はい、もうこのままの勢いで今持ってる力、ものすごい力持ってますから、はい、世界大会でもう一気に優勝までね、はい、いけるぐらいのもう能力ありますから、はいはい、期待したいですね。16歳ですから、もちろんね今年から、今年もワールドカップに出られるということで、はい、本当に世界で、はい、大活躍する小俣志音選手の勇姿、こうやって想像するだけでワクワクします。さらには女子のチャンピオン森愛、あ、キスアンドクライでこんなね表情も浮かべてたんですね、同僚たちは。いや、1手目の後ですかね、あれ良かったって感じですかね。そこですね、多分ね、みんな安心しました。いや、やっぱり最後取りで出てきてね、やっぱり、仲間もねやっぱりこう同じ思いがありますから、やっぱり出し切ってほしいっていうね。そうですよね、見てて怖かったですよね、応援してる方も。いやー、もうこれは会場内があの初手をですねクリアした後に一つになりましたよね、はい、さあここからだみたいな。そうですね、はい、そしてそこから森愛の、はい、この快進撃が続きます。そうですね、まあ、スタートを切った後は本当に、まあ、能力的にはね上部まで行くのは分かってたんですけど、今度時間との戦いになってね、はい、なかなか最近ではない、本当に制限時間も完登するにはギリだったんでね、その中で落ちるまでね、タイムアップではなくてね、はい、落ちるまで出し切れてよかったと思いますけどね。まあ本当に今伊藤さんがおっしゃったように時間との勝負になりまして、そうですね、もう紫のあたりからちょっと時間が、はい、やはり出だしでちょっとねこう緊張感あったんで、まあそれでこうペースがね普段よりもゆっくりになってしまったのはあると思うんですけど、うん、はい、見事に森愛が今大会通算6度目そして4連覇を成し遂げました。さあこの後は表彰式をお届けします。
改めまして第36回リードジャパンカップの結果はご覧の通りとなりました。男子は尾又紫苑選手が、そして女子は森愛選手がそれぞれ優勝ということになりましたが、片谷初優勝で片谷見事に通算5度目の優勝ということになりました。伊藤さん、はい、本当にまあ、非常に対照的な男女のチャンピオンということになりましたけれどもね、ま、うん、もなくその表彰式が始まろうとしています。いや本当にリードの出し切る姿が見れて、ええ、はい、いいファイナルでしたね。そうでしたね、はい、さあ間もなく表彰式です。表彰式を行います。まずはじめに男子1位から3位の表彰を行います。選手の皆様ご入場ください。まず第3位は奈良県立青少高等学校所属吉田里根選手です。男子準優勝は静岡県山岳スポーツクライミング連盟所属鈴木寧夫選手です。男子優勝は東京都山岳連盟所属尾形紫苑選手です。メダルの贈呈は一般社団法人千葉県山岳スポーツクライミング協会会長岩崎清より授与されます。まずは第3位へ、第2位へ、そして優勝者へ。ありがとうございました。そして印西市長板倉正直様より副賞として印西市の花コスモスの花をモチーフに一つ一つ丁寧にハンドメイドで箱し加工されている彫刻館の茶筒が贈られます。まずは3位へ、そして2位の選手へ。板倉市長ありがとうございました。そして男子優勝の尾又紫苑選手には公益社団法人日本山岳スポーツクライミング協会副会長古賀秀俊より優勝カップが授与されます。ありがとうございました。それではこれより写真撮影を行います。恐れ入りますがプレゼンターの皆様改めて表彰台へご登壇ください。まずはプレゼンターの皆様と選手で撮影をお願いいたします。
プレゼンターの皆様ありがとうございました。ご講談ください。続きまして選手のみで撮影をお願いいたします。そうなんです、もっと笑っちゃっていいんです。ありがとうございました。では一旦ご講談ください。優勝は小俣紫苑選手でした。続きまして女子1位から3位の表彰を行います。選手の皆様ご入場ください。女子3位は野中美穂選手です。女子準優勝は明治安田生命所属谷井夏希選手です。そして女子優勝は茨城県山岳連盟所属森愛選手です。メダルの贈呈は一般社団法人千葉県山岳スポーツクライミング協会会長岩崎一清より授与されます。まずは3位の選手へ。続きまして2位の選手へ。そして優勝の選手へ。ありがとうございました。続きまして印西市長板倉正直様より副賞として印西市の花コスモスの花をモチーフに一つ一つ丁寧にハンドメイドで箱押し加工されている彫刻館の茶筒が贈られます。板倉市長ありがとうございました。そして女子優勝の森愛選手には公益社団法人日本山岳スポーツクライミング協会副会長古賀秀俊より優勝カップが授与されます。それではこれより写真撮影を行います。恐れ入りますがプレゼンターの皆様改めて表彰台へご登壇ください。まずはプレゼンターの皆様と選手で撮影をお願いいたします。プレゼンターの皆様ありがとうございました。ご講談ください。続きまして選手の目で撮影をお願いいたします。
若干重そうですね。優勝は森愛選手でした。それでは優勝者の選手のみで男女の選手で撮影を行います。お待たせ、4選手もお分かりください。優勝者のお二人での写真撮影になります。ではお願いいたします。優勝のお二人ありがとうございました。ご講談ください。改めまして入賞しました皆様の方に大きな拍手をお願いいたします。それではここからはクロージングセレモニーを行いますので、大会関係者、優勝選手は壁の前、ゴールの前にお集まりください。第36回リードジャパンカップの男女の表彰式をご覧いただきました。ここからは解説の伊藤秀和さんとお話を進めてまいりたいと思いますけれども、まずですね、男子の方からですが、はい、3位の方からいきましょうか。吉田聡音が2年ぶりの表彰台、そして2位の鈴木音央が初表彰台、そして優勝した小俣志音は初優勝ということになりましたが、総括されますと男子どうでしょうか。いや、そうですね、決勝のルート本当にこう最大傾斜で運命を分かれるシークエンスが出てきて、まずはそこでこう流れをつかんだ選手が上に行ったっていうところですね、はい。まあ、その中でも吉田選手がまあ手順を間違えながらも立て直した底力っていうのはやはりものすごい深さを感じましたね。でしたね、はい。そしてトップ3を見ますと、みんな10代、18歳、18歳、ね、16歳が優勝ということで、はい、そうですね、まあ、リードに関して本当に次世代、力ついてきているのは分かっていて、まあ、彼らがどこまで、上がってくるかっていうのを期待してたんですけど、やはりね、はい、実力通りにしっかり、持久力を試すルートでまあ、構成されてたっていうのもありますし、はいはい、期待通りに応えてくれましたね。昨年のコンバインドジャパンカップで伊藤さんが、いやこれはもう、世代交代になるんではないかとお話しされましたけども、はい、まさにそのようなリードジャパンカップの男子の決勝となりました、はい。将来の日本勢のリードの強さ、それを見たような気がいたします、はい。そして女子の方ですが、3位に野中美穂初表彰台、2位には谷井夏希自己ベストの2位、そして優勝は森愛4連覇6度目の V ということになりましたが、はい、女子の方はいかがですか。そうですね、まあ、セッターの、ね、伊藤さんが話してたようにね、はい、本当にボディが試されるような最大傾斜からの、本当に言ってて強度の高いね、はい、課題だったんですけど、その中でもやはり、まあ、森選手がさすがの高度を叩き出して、うん、まあ、それに近いね登りもした谷選手も本当に素晴らしかったですし、はい、で今回初表彰台ということで、美穂もね、はい、まあ、東京五輪の後からまた一つステップアップしたのかなっていうので、ものすごく嬉しいですね。ですね、はい、頑張ってくれましたね。優勝した森愛はこれで大会4連覇ということで、連覇ということでは歴代最長ということになりました。そして6度目の優勝ということは、小林由香さんに並んで、はい、最多優勝回数ということになりました、うん。まだまだ森愛の、ね、優勝回数は伸びるのではないでしょうか。さらにヤンヤガンブレットに、ね、昨年は唯一勝ったのが森愛ということ で、ね、世界戦での、ね、はい、活躍も期待したいですよ ね、 そうですね。また今年も、ね、頂点での対決見てみたいですね、早くね。そうですね、はい、男子では小俣志音が果たして来年連覇するのでありましょうか。そして森愛はリードにおける連勝記録、一体どこまで伸びるんでありましょうか。本当に来年が今から楽しみになってきました。第36回リードジャパンカップ決勝戦、解説伊藤秀和さんでお楽しみいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。
皆さんの伝えられた素晴らしいクライミング技術と熱気を目の当たり